今年は11月にドームもあるのでそれに向けてっていうのもあるんですけど、それだけじゃなくて、地方の方の試合でも全力投球できる試合をしたいと思いますので、よろしくお願いします。今年は上を狙って頑張ります。今年は怪我を治して東京ドームもあるんで、大きい会場で自分が一番目立てるように頑張りたいと思います。去年はやっぱりまだまだだったんで、今年こそ上野先輩にもガンガン食ってかかっていきたいと思います。1月に復帰しようと思って張り切ってたんですけど、でも自分も全然元気なんでできると思って、最終的なお医者さん の許可をもらいに12月に病院に行ったら、思ってたよりも結果が良くなかったんで、なんか骨がまだちゃんとくっついてなかったんで、1月の復帰はちょっと流れてしまって、また今度2月にまた検査に行くんで、その結果に次第で、その結果によってまた復帰の日にちを決めたいと思います。南です。今年は去年よりも一層にパワフルでダイナミックに試合をしていきたいと思います。それと何事にもトライして、違う団体にもいろいろとトライして試合をしていきたいと思います。去年はですね、私は結構去年から調子よくぐんぐん行って、タカ子とタッグを組んでベストタッグ賞をいただき、本当にタッグではすごく充実した年だなと思います。そして今年はやっぱり私はシングルでどんどん強い選手ですね、うちの会社ではアジャコング、そしてやっぱりダイナマイト関西とももう一回戦いたいし、あとカンドリ選手ですね、あの選手ともやって勝ちたいので、私はその強豪を今年はみんな倒していきたいと思います。去年1年間本当に自分でもびっくりするぐらい突っ走りすぎちゃって、本当でもすごい全部が全部当たってすごいいい年だったんですけども、今年はもっと全日本女子プロレス井上貴子アリをその存在をアピールして、今年は東京ドームもありますし、大場所だけでなく、毎日毎日の試合で、皆さんの心を打つような積み重ねていい試合をしたいと思います。山田敏郎です。今年は、横浜アリーナと日本武道館と、東京ドームと大きな会場が、もうすでに3つ決まっているんですけど、クレーニトヨタと 3AA のベルトを取り戻したんで、今年は、いろんな人が挑戦してくると思うんですけども、タッグに限らずシングルの方でもベルトを持っているんで、そっちの方でも、ベルトを守って、トヨタとも力を合わせて、ですね、頑張っていきたいと思いますので、今年も応援よろしくお願いします。今年は何事も前向きに実りある1年にしたいと思います。今年は自分のプロレススタイルを確立させるように頑張ります。東京ドームに出れるように一生懸命頑張ります。去年はよ、首やっちまったからよ、最後の方はまずまずだったけど、今年はよ、なんて言ったってまずは紅亜社とシングルだよ。よろしくね。イエーイ、井上京子です。こんにちは。今年は、去年おととしよりもっともっと気合入ってますんでね、今年もいい試合見せたいと思います。そしてそうだな、去年負けてる選手ね、とにかく負けが多かったんで、今年は井上京子のファンの人に寂しい思いさせないように一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。去年は、対抗戦で、そうですね、ラスカトーラスとしてすごい対抗戦で勉強させてもらいました。今年は、初っ端から突っ走ります。そして、下田と2人でラスカ・チョーラスの、凄さを見せて、山田トヨタと戦っていきたいと思います。去年は、やっと後半になって自分のやりたいプロレスっていうのが分かってきたんで、今年はそれをどんどん出して三田と組んで山田トヨタと戦いたいと思います。頑張ります。今年はラストチャンスを、自分ではラストチャンスをいただいたと思っていますので、大きな試合など1試合でも多く出場させていただけるように
一生懸命頑張ります。どうも、おなじみアジャコングでございますけれども、そうですね、去年はね、なかなかこうね、いい年でというか対抗戦がこう盛り上がっててね、ダイナマイト関西選手との試合で、武道館の試合でベストバウト賞をいただいたんで、今年もね、まあ、一丁やったのかって感じですけども、まあ、特に今年はですね、まあ、3月のアリーナに始まって11月の東京ドーム、それからあと8月に武道館も決まったんで、そこらあたり全部メインを取って、行こうかなと。まあ、もちろんベルトを、ね、かけた試合かけない試合どうだかよく分かんないですけど、まあ、全部メインを取って今年も一丁アジャコングの年にしてやろうかなって。あとですね、誰かいいパートナーを探してですね、タッグのベルトもちょっと一丁狙ってやろうかなとかも思いますけれどね、まあ、そんな感じで今年も一丁やりますから皆さんご期待ください。去年は、好きなことをやらせてもらって自由にのびのびとプロレスをやらせてもらいました。今年は、日本にそれからあと外国遠征に、両立して頑張りたいと思います。そして対抗戦にも、意欲的に自分から進んでやりたいと思います。今年は出しゃばらせてもらいます。実は去年からいろいろ話題になっております北斗選手の去就問題につきまして、年末に会社サイドと話し合いまして、大体決まりましたので今からそれをお知らせさせていただきます。まあ、北斗選手はレスラーのレスラーと最後の心のスリーカウントを自ら入れるために、今後3試合に私は出場すると。その一つは、3月の27日横浜アリーナ、それから、もう一つは8月24日の日本武道館、そして11月20日東京ドームで引退試合を行うということに決定します。この北斗選手の試合をデンジャラスクイーン、ファイナルカウントダウンと巡ってやることになっています。対戦カード等を追って発表します。詳細につきましては北斗選手からいろいろ話がありますので聞いてやってください。自分でもこんなに大騒ぎっていうかないと思わなかったんですけど、やっぱり12月6日に挑んだっていうか、その心構えはやっぱり負けたら引退ということだったんですけど、まあ、あの場で降りようかっていう気持ちが一番多かったんですけど、ファンの人の手紙とか声がやっぱり、ファンの人にも自分にもスリーカウントを聞かせなきゃいけないっていうのかな、そういうふうに思えたんで、それでまあ会社との話し合いの結果、まあ逆から言えば3-2-1ということで、自分の心の中に、スリーカウントを打ちたいと思います。
やるぞYeah!
ポティン。ポティン。
にお知らせがございます。皆様に大変ご心配をおかけしました。北斗晶選手の今後につきまして、今日会社側と話し合いました結果、次のように決まりました。3月21日横浜アリーナ、そして8月24日日本武道館、そして11月20日の東京ドームで引退試合というふうに決まりましたので、ご了承お願いいたします。この経緯につきましては、北斗選手からいろいろ説明がありますので、どうぞお聞きください。長い間皆さんには、ご心配とご迷惑をおかけしました。自分の勝手な行動で本当にみんなにね心配をすごいかけたと思うんですけど、私の気持ちはやはり変わることはできませんでした。それで、皆さんからこの1ヶ月間12月6日が終わってからの1ヶ月間本当にたくさんの手紙、カムバックしてくれというコール、それを私は裏切ってはいけないと思いました。それで会社と話し合いの結果、自分としても本当にドームで引退式ができるっていうのはありがたいことだと思います。今年はカウントダウンということでこの3試合だけ出場しますが、これはセレモニーという形ではなく今までと変わらない日本一デンジャラスな北斗晶を皆さんにお見せしたいと思います。ありがとうございました。No!
Yeah!
間15分経過、15分経過。なんで？ロープ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 。
私も心の底では悔しい思いをしてました。やっぱり北斗が抜けた今、やっぱりアジョのベルト、そしてカンドリー、関西に挑戦というか対戦できる相手は自分しかいないんじゃないかという気持ちで、もう今年は初っ端からメンバーを見た時からアジャと当たると決まって、これはもう本当にものにしたい、必ずどうにかしてでも絶対に勝ちたいと思ってました。そしたら今年の私の運が下がるか上がるか、この試合で決まってたと思います。やっぱりこの白星っていうか本当に大きな星だと思います。でやっぱりもう一度アジャ選手とはベルトをかけて 3W のベルトをかけて私が挑戦します。そしてその時も必ず勝ちます。ショックですね。いや、ショック以外の何もないですけど、まあそういうことですね。みんなそれだけで付け狙って狙っているというか狙われてるっていうか、そういうことでしょ。今日よく肝に銘じましたよ。よかったです。最初でこれが初っ端にこういう風なことがあって、おかげさまでこれで今年1年きっちり引き締めていきますから、二度とこういうことは起こりません。
ただいまより全女パワー爆発大田区王者伝説94全選手入場式を行います。第1試合キャプテン校サバイバル号30分戦青コーナーにキャプテン沼地白鳥千佳子横江美希阿部亜希子全選手が入場いたしましたところで、本日は 3AA 世界シングルタッグの2大タイトルマッチを行いますので、上田晋司コミッショナーよりタイトルマッチ宣言をこれより行います。両チーム選手、前列に整列してください。宣言、本日大田区体育館で行われる大田区王者伝説94で 3AA チャンピオンアジャコング対挑戦者堀田由美子、同タッグチャンピオン豊田真奈美、山田俊夫組に挑戦する下田美誠、
三田悦子組の試合は 3WA 並びに全日本女子プロレス協会認定する選手権試合であることをここに宣言いたします。平成6年1月24日全日本女子プロレス協会コミッショナー上田真二。それでは2大タイトルマッチを記念いたしまして写真撮影を行います。それでは最後に選手を代表いたしましてアジャコング選手より皆様に挨拶がございます。最近は団体対抗戦が盛んでその中で数多くの名勝負と呼ばれるものがありますが今日は前場の中でどれほどグレードの高い試合ができるか挑戦してみたいと思います。今日は燃えます。堀田、この赤いベルト取れるもんなら取ってみな。以上で入場セレモニーを終了いたします。選手退場。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ94年第1弾はここ大田区体育館より大田区王者伝説94の模様をいつものようにノーカットじっくりとお楽しみいただきます。解説はいつものように斉藤文子さんです。斉藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。大田区久しぶりのね。そうですね、1年半ぶりということですけれどももうそんなになっちゃうかなという感じですけども、もともとこの大田区体育館というのは、全日本女子にとってホームリングみたいな感じですから、大田区王者伝説というフレーズが非常に懐かしいような、そうですね、そんな響きになります。まあその王者伝説にふさわしいカードを揃ってますけれども、なんといっても今日は2つのタイトルマッチがあります。はい、まずは2つのタイトルマッチとブルナカの全場イズム全場最終戦、はい、こちらの方もねこれもタイトルマッチ並みのグレードですから、はい、はい、まあ 3WA のねタッグそしてシングル、はい、まあ両方今日1日で見れてしまうというね、まあ、お客さんにとっては ね、お得な1日ですけれども、みっしりしたビッグマッチが今日3つあるなというような、はい、そんな感じがします。まあ、最後のメインだけちょっと触れますけれども、アジャ対ホッタ、はい、どんな試合になるでしょう。そうですね、難しいですねこれは。難しい、展開が非常に打撃戦ですね。でも、まあ、消耗戦打撃戦、どっちかというとなんでしょうね、はい、まあ、その辺は最後までお楽しみという感じになります。それではまもなく第1試合ゴングです。第1試合キャプテンフォールサバイバルを、まずは赤コーナーの4選手です。こちらキャプテン、まず渡辺智子選手ですが、この4選手新人の皆さんを率いて今日の試合意気込みはどうですか。今日は勝つ負けるよりもやっぱ勝ちたいです。勝とうとは思ってますけど、この3人がやっぱりまだ試合とかもあまりやってないんで、自分が持ってる技を全部出せるように、自分がちゃんと足を引っ張らないようにというか、持ってる技を全部出せるようにしてあげたいと思います。その頭はアジャコング選手に投油管でやられたそうですが、今日はその辺大丈夫ですか。もうこれ怪我のうちには入らないと思うんで全然平気です。そして玉田選手、今日はどういう気持ちで戦おうと思ってますか。先輩と組ませていただきますので、足を引っ張らないように精一杯頑張ります。はい、前川選手は、今日の意気込みどうでしょう。せっかくのチャンスなんで、自分なりに頑張りたいと思います。はい、そして碇選手は今日は正式な試合のデビュー戦ということですが、気持ちの方はどうですか。先輩と一緒に組ませてもらうので足を引っ張らないように精一杯頑張りたいと思います。というわけで赤コーナーの4選手かなり気合が入っているようです。そして青コーナーの4選手です。まずキャプテン沼地選手ですが、今日は他の3人を控えてどうでしょう。沼地だ。今日はよ、ガタガタ他の団体なし、先制するわ。まあよ、今日は沼地から一色にしてやるよ。ガタガタ言うと、羽田空港に埋めちゃうぞ。それいきなり一発かましてもらいましたが、白鳥選手、こういうキャプテンの下でどうでしょう。はい、今日は、沼田さんがすごい目立ってるんですけれども、自分はそれ以上に目立つように、全員からホール取れるように頑張りたいと思います。はい、そして横江選手、先輩選手と一緒にやりますが、その辺はどうでしょうか。一生懸命頑張ります。はい、阿部選手、どうでしょう。一つみんなかき回してもらいたいんですが、どうでしょうか。一生懸命頑張ります。
はい、ちょっと緊張気味でしょうが、4選手、沼津選手をキャプテンに、一つ一発頑張ってもらいたいと思います。本日の第1試合、キャプテンフォールサバイバルを30分戦を行います。青コーナー150パンス、阿部明子。同じく135パンス、横江美希。同じく140パンス、白鳥ちかこ。同じくキャプテン150パンス、沼っち。赤コーナー155パンス、怒り美穂。同じく150パンス、前川久美子。同じく130パンス、玉田理恵。同じくキャプテン獄門島165パンス、渡辺智子。レフェリー吉田真理子。さあ、オープニングマッチです。非常にフレッシュな、対戦となりました。キャプテンフォールサバイバルウォー、30分、渡辺智子、玉田理恵、前川久美子、碇美穂対沼っち、白鳥千香子、横江美希、阿部明子という、はい、まあ、ちょっと名前を若干ですね、詰まってしまったんですけれども、非常にフレッシュですね、斉藤さん。そうですね、うん、おそらく名前と顔が一致しないのは、はい、みんなも一緒かなというですね。まあ、その個々のね、今日はビッグマッチですからね、はい、ここで結構自己主張したらいいんじゃないかなと思います。そうですね、そして第1試合、候補の小川さんに、お越しいただきました。小川さん、はい、ですね、まあ、新人、まあ、非常に願ってもないですね、デビューが続いてるわけですけれども。そうですね、はい、今沼っち以下の選手というのは10人いるんですよ、実は10人、はい、ですんでね、おっと強烈、まあ、こうだから渡辺智子ちょっと別格的な扱いなんですけども、まあ、全然要するに将来を考えると実にこの選手たちが育っていってほしいというそういう感じでこのメンバーが組まれたんですよ。そうですね、まあ、94年のね、まあ、オープニングのビッグマッチですから本当に生きのいいファイトを見せてほしい若いレスラーたちですけれども、今は玉田、前川、そして碇のトリプルドロップキック、まあ、同じ、まあ、新人と言っても前川と玉田はリング慣れしてる、まあ、そうですね、悪いことまで言うと出戻り全日本ジュニア起こったこともあるという ね、 そうですね、まあ、そういう意味でこのメンバー均等が取れたんですよ、まあ、沼地ですね、はい、わ、まあ、沼地の側は本当に新人っぽい新人が2人入ってますからね、それにしてもこの中に入ると白鳥千香子選手なんか本当に華やかですよね。大人に見えますね、あ、強烈に胸元にキックを入れた沼地。94年も新境地、おっと串刺しの2ドロップでしょうか、入れ方がきついですね今のね、きついですね、新人にはやはり容赦しない、もちろんね最初の試合肝心ですからビシッと叩いておこうという先輩の意地なんでしょう。これが碇選手ですね、出てきたのは今緑のコスチュームが阿部選手、そして今、腰にサポーターを巻いているのが前川、まあ、全日本女子プロレスの明日を担おうというね、フレッシュな戦いになってまいりました。なんかぼーっとしてたのがこれが碇選手ですか。吉田レフリーについてますけどね、今吉田が毎日この選手たちを相手に、はい、強烈 1、2時間のですね、まあ、練習してるんですよ、はい、プロレスとは何というものかというものを教えてるんですよ。そうですね、
ロレスの特に前場の場合ですと基本のドロップキック、まあ、オープニングから、ね、目立ちますけどもね、まあ、気迫ですよね、前場の激しさと、はい、あとこの怒りですか、攻めてる今、まあ、姿勢もありましたけど、この怒りは格闘技の経験がありましてね、はい、空手をやっていた、はい、先日のオーディションでもあのシュートボクシング出身の女の子とスパーリングやりまして、はい、KO してるんですよ。 KO ですか、はい、いきなり新人できた。おそれはシュートボクシングの現役の、いや現役じゃないです、というか、まあ、練習生みたいなのですけど、なるほど、なんかこの碇選手ってユーインターの田村選手みたいですね、顔つきが、うん、ボイシーな感じでね、ええ、さあリング中央白鳥と今度は碇、強烈な洗礼だ、ドロップキック、もう一発いった、飛距離があります。まあ、白鳥もね、激しく美しくっていうのはテーマですからね、自分の今年はガンガン飛ばしていってもらいたいですね。まあね、デビューしたての、まあ、この碇はデビュー戦ですけれどもね、その新人相手ですからもう思う存分というかね、先輩としての貫禄みたいなものを見せてほしいものですけれども、リング中央でフォールド体勢、危ないぞ、危ない、おっと、これここでデビュー戦の碇が参上ということになりました。多少貫禄が違ったかなって感じします ね、強引にフォールに持っていきましたけれども、暴れするように両肩をついてしまってスリーカウント。はい、今のバランス良かったですね、ボディブロック、この玉田のドロップキックどうでしょう、打点のいいドロップキックするんですよね、この人、まあ、手前ミスになりますけど頼もしいですね、はい、あとこれ以外に先日オーディションで13名合格してるんですよ。いや驚きましたが、史上最多ですか、13人の合格者というね、で、でもどんだけ選手としてできるか分かんないですからね、うん、そういう意味でね、この層っていうのはまたね、2年後3年後楽しみですよね、はい、今の前場の主力が去った後にこの連中がね、まあ、時代を担うということになるんでしょうけれども、はい、それにしても若手の育成というのは一つ前場、まあの場合は問題というかね、課題になってましたので、でも女子の選手で面白いのはそれなりに顔つきまで変わってくるんですよね。そうですね、全然顔が違ってくるっていうのはすごいですね、やっぱそれが女の子なのかなというような気がします、うん、まあ、逆に言いますと、やはり今日リング上に上がっている新人の子たちはまだまだこうね、顔つきがねレースラーになってないなという感じがしますけれども、そういう意味ではこの子が随分プロレスラーになりますね。今日はなんかノリがいいですね、沼ちゃんね、それは私は違うというのがあるんじゃないですか。ね、違うんでしょうけれども、この2人、渡辺智子下手したらこの位置っていうのはちょっと不甲斐ないと思うんですよ、このポジション困ったんですよね、まあ、1人平成元年組ちょっと取り残されていきそうな、まあ、そんな感じも本人ね危機感を持ってると思うんですけれども、おっとこれは得意の振り抜き球ボディアタック、ね、体重が乗っててとってもいいフォームだったですよね。さあこれも得意、腰ですけれども柔道出身の渡辺、いいもの持ってるんですよね、渡辺選手もね、はい、今日はみんなスイングしてますね、渡辺はね、これも切れ味十分、リング中央、これは高速度ブレンバスター、先輩の貫禄を見せようという渡辺智子、玉川そのうち、はい、まあ、ドロップキックを決め技っていうか、はい、見せ場にするんでしょうね。今回アサリがね休んでますからね、はい、この中にまたアサリがいたらね、またすごい試合になると思うんですけど、さあ前川、なんか体格的に前川選手が優れてる感じがしますね。ただちょっと腰に今サポーター巻いてますけどね、そして右手もちょっとね痛めてるようですけれども、まあ、前川の場合はやはりこの165センチ65キロ恵まれた体格、そして非常に筋肉質ですよね、水泳やったみたいですけどね、はい、水泳選手の体ですか、まあ、非常に、まあ、将来的に楽しみという感じですけれども、今日もね前場だけなんですけども、はい、満員のお客さん来てくれましたんでね、そうですね、まあ、今日は本当前場の前場たるところをね第一試合から見せつけたいと、はい、まあ、いわばこの大田区といえばね、前場にしますと、まあ、定番の会場だったわけですけれども、実は最近は久しぶりみたいですね、1年そうですね、7月15日以来ですから、はい、
去年はここではやらなかったですからね。あんまりね。はい。そういう意味では。まあここはもう本当に前場のある意味ではホームリングですね。ホームリングね。この汚さちょっと変な汚い体育館というか、ね。うん。まあ本当にね1年半ぶりということで意外だなという気がしたんですけれども。おっと高さの高み。この試合4対4イルミネーション方式の。キャプテンフォールマッチということですのでフォールを取られるとその選手は退場ということになりますが、まあ、キャプテンが取られたらその場で終わりですから ね、 赤コーナーのキャプテンが渡辺そして青コーナーがムマッチ先輩がキャプテンになっています。いい動きしてますね白鳥ね。やっぱり、反発入れない。このドロップキックはいいぞ。これのドロップキックすごい良かったですね、はい、ただその後がちょっとおどおどしちゃうっていうかね、テキパキテキパキ動いてほしいですね。さあリング中央カウント2レフリーはもちろん吉田真理子。これはよく似ていた、背面からのエルボーですね。エルボードロップ落として完全に自分の技持ってますからね渡辺選手は。渡辺も当初はこの2段ロープを使ったね、まあ、いわゆるルチャ殺法だったんですけども、今はもう重量すごいキャノンボールバスター。完全に決まったでしょう。カウント3。いや、素晴らしい技ですね。岩取近子、あっさりと、もう一回か、もう一回か。キャノンボールバスター、しかしうまく切り返して、危ないぞ、渡辺。カウント3が入った。カウント3が入った。キャプテン渡辺智子、4秒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 4いやいやいや、マッチ白鳥近子横江抜き阿部敦子組の勝利でございます。このポジショニングはどうかというね、渡辺智子がやっぱりね一瞬の油断っていうか ね今白鳥取った後にちょっと油断したと思うんですよ、はい、だからもう前場の場合サバイバルですから、はい、もうちょっとした油断がこうやって取られてしまう、しましたからね。いや渡辺智子もしかしこれうかうかしてられませんね。後輩の突き上げ、まあ、そういったものをこれからどんどん受けていくんでしょうけれども、しかしキャノンボールバスターをもろに食った白鳥がちょっとね起き上がれない様子ですが今日の第1試合、まあ、非常にフレッシュな、キャプテンフォールサバイバル方が新しいものの変化が見えたって感じしますよね。はい、はい、ヌマッチの青コーナーの、タッグの勝利ということになりました。第1試合キャプテンフォールサバイバル方を制した4選手です。どうぞこちらへ。おめでとうございます。お疲れ様でした。沼津選手最後はね、割と短時間で決めてしまったという感じですが、主君の星というか渡辺選手を破りましたがどうでしたか。先輩相手に勝ったのは4年間にして初めてなんで、本当にもう冬をついて取ったんで、でも本当嬉しいです。ありがとうございます。気合い入ってましたねやっぱりね、喜びの一番でしたが、白鳥選手どうですか、頭は大丈夫ですか。すいません、自分が一回取れちゃったんですけど、その後すぐ沼田さんがキャプテンを取ってくれたんでなんとか返せたって感じ、すいません、はい。横江選手はこの先輩たちの中で、こういう試合形式どうでしたか。緊張しました。はい、しました。阿部選手はどうでしたか。緊張しました。ね、勝利を飾った、4選手でした。試合に先立ちまして、週刊プロレス様より、ミスターブッタマン選手に福岡光選手の生写真プレゼントでございます。第2試合特別試合貴乃花優勝記念ミゼットプロレス10分一本勝負を行います。赤コーナー相変わらず福岡選手に恋をしているものの玉田理恵選手にもちょっぴり気がある男、2頭追うもの1頭もえず180パンスミスターブッタマン。青コーラー失恋の板でもすっかり消えて花嫁探しに走り回る男、110パンス角掛け止めそう。レフリーリトルフランキー。さあ第2試合は楽しい楽しいミゼットプロレスですけれども、
放送席の方では、第1試合非常に華麗なるレフリングを見せてくれました吉田麻里子選手にお越しいただきました。吉田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。のっけからちょっとミレットで、はい、ちょっと息抜いてしまいますけどさあゴンが鳴りました。それにあまずは定番のかけ子からウッタマンのこのコスチュームすごいですね。それにしてもこれ気合い入ってる試合にこれを着るんですよ。そこぞのビッグマッチですごい色、やはりね。しかしシュープロも粋なことしますね。生写真生写真これ燃えますよ。ちょっとこれは無理があった。気合い入ってますね。入ってますね。写真の成果、やっぱり写真の効果ですかね。あでもあんまりお互いに相手がいないのに新しい展開があるってすごいですよね、いやブッダマンのしかしあの胸元とかなんかすごいものがありますね、お逆指に持っていこうというのか。そうなんか道着着てた頃よりもこの水着の方がウエイトが分かりますね。ちょっと無理があったと止めそう。レフリーはねリトルフランキーまた定番のハリセンを持って一発。最近はあれ爆破ではないんですね今日はね。みたいですね、あれね期待しちゃいますけどね。爆竹を仕込んであるんですけど、まあ、あのネタもちょっとだいぶやってしまいましたから、あれなんか体育館から苦情が来るみたいです。なるほど、なるほど。そろそろ新ネタをね作っていかないとこのミジェットプロレス。ちょっと止めぞのこのウッタマンの肩逆エビ固め効いてるようですけれども、リング中央逆エビっていうか足首を持ってたんですね、はい、お急所ですか。ウッタマンの大事なところキック一戦しかも容赦ないぞ。ロープに振ってなかなかいいドロップキック。顔面でいきましたね。あ得意のボディープレス。ウッタマンの腹でバウンドしましたね今驚きました。リング中央でいとも簡単にコブラツイストを返していった。ご覧のようにリクルードバリの派手なコスチュームで本当にすごい。さあ場外お飛ぶのか。ちょっと嫌な予感がしますけれども、おリトルフランキーロープ開けてちゃんと負けてますね。位置を立ち位置決めてどうするんだという状況ですけれども、おいやいや全然聞いてない。みんながセッティングしてくれてるとこってすごいですね。汚いですか触らないでください。止めぞもしかし控えりました。このドロップキックは二とも簡単に見透かされて、そろそろフィニッシュの予感か。何ですかこれは。スティームローラーって言うんじゃないですか。スティームローラー、これはもう片足のフットスタンプですけど、うまく足をかけていった。あちょっと何をしてるんでしょうか。今のボディープレスよく分かんないんですけどね、何がしたかったのか。止めぞ耳を持ってもう一度ロープに振って、このドロップキック先ほどからいとも簡単に見透かされているこの止めぞ。そろそろ来ますかね。え、あ危険ですね。これ重いですよ。デンジャラスですよこれ。あトップロープだトップロープ。あーお約束吉本新喜劇を見ているかのようなお約束のコケ。これが相当すごい技だったと思いますよ。ちょっと期待しましたけれどもね、やはりコケましたか。先ほどのコブラにめげず万事、しかし結果は一勝。あ出ましたリックルード。考えてますね。やるほらリトルフランキーもこれ定番になりつつありますね、新ネタと言っていいでしょう。
出ましたよ出ましたよ、真空切りに次ぐ第2弾。お、そろそろ強烈だ、これはすごいわ、このヒップドロップはちょっとね、4分56秒、4分56秒ネタガでミスターブッタマン選手のゴールでございました。あっという間に勝負がついてしまいました。ミスターブッタマン選手に同じく週刊プロレスの福岡選手と角掛選手のツーショット写真がプレゼントされます。あるんですかそんなものが。これはこれは怒りますよね。ということで第2試合楽しい楽しいミゼットプロレスということでありました。第3試合、赤コーナーは南鈴鹿選手と井上貴子選手のタッグですが、この2人で、組んで試合やるっていうのは井上貴子選手どういう感じでしょう、南選手と一緒でやるとはどういう感じでしょう。以前でしたらやっぱり先輩に頼っちゃおうとかそういう気持ちあったんですけど、堀田選手と組むようになってやっぱ自分のことだけ考えて試合やってればいいんだなっていうのが分かったんで、失敗した時は先輩がもうフォローに回ってくれるんで、その点ではすごい気楽に試合ができるんじゃないかと思います。南選手、井上貴子選手がこうかき回してきてですね、相手を散々やったところで最後にこう決めてもらおうっていう形になるんじゃないかなと思うんですが、その辺はどうですか。そうですね、向こうも結構2人で組んでるあれ長いんで結構力でどんどん押してきたりとか、あと元気がすごいあるんで、こっちはベテランの区域に達しますから2人で力を合わせて頑張りたいと思います。向こうの長谷川伊藤ペアというのは、まあ、一応ペアで去年もガンガンやってましたし、その辺は意気込みがかなり元気に今日は来るんじゃないかなと思いますが、貴子選手はどうですか。いや本当ノリに、ね、乗ってるというかすごい若いなって感じ、フレッシュって感じするんですけども、そろそろ私も正月ボケから脱出して、あの二人の息が合わなくなるぐらいいじめたいと思います。向こうは元気に来ると思いますが、このちょっと一つベテランの凄みを出してもらいたいんですけど、南選手どうでしょう。それ以上に動き回って向こうのペースを崩します。なかなか激しい、元気な、かなり激しい試合期待できそうです。はい、そして青コーナー長谷川早紀選手と伊藤薫選手のペアですが、今日はこの2人、また久々のことだと思うんですけれども、今年になって組んで試合やるっていうのは何回目ぐらいですか。2回目ですね。去年は惜しくも全日本タッグのベルトを取られたという状況はあるんですけれども、なんか今年は世界のベルトを狙いたいということを長谷川選手言ったそうですが、その辺はどうでしょう。今年中にできれば。伊藤選手の方はどうですか。そうですね、もちろん上を目指して狙っていきます。2人は平成元年組期待の星なんでね、これタッグじゃなくてシングルでも一つ頑張ってもらいたいと思うんですが、その辺はシングルで大きな選手と当たりたいとか希望はどうでしょう。それはありますね。他団体の選手もなんですけど、自分が大きい分だけやっぱり相手の選手も大きい人とどんどん当たっていきたいと思います。伊藤薫選手は、どうですか。そうですね、お互いシングルでも成長すれば、またそれでタッグで組んだときにまた2人とも強くなっていいチームになると思うんで、もちろんシングルでも頑張ります。というわけで、今日はちょっと元気のいいところをね、第3試合真ん中でいい試合をバシッとやってもらいたいですが、ちょっと頑張ってください。はい、第3試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー150パウンス伊藤薫、同じく160パウンス長谷川早紀、赤コーナー UWA 世界タッグチャンピオン155パウンス井上貴子、同じく160パウンス南鈴鹿、レフェリー笹崎克美。さあ第3試合で30分一本勝負、南鈴鹿井上貴子組対、元全日本タッグ王者だった、長谷川早紀伊藤薫組というタッグマッチであります。
まあ、伊藤と、ね、長谷川もタッグ王者惜しくも、ね、取られてしまったわけですけれども、まあ、相変わらずなんて言うんでしょうアスリートぶりというかこう非常に、ね、見ててね長谷川選手の力強さ感じますよね。おーっと思っちゃいますね、はい、うん、長谷川伊藤まずは突っかけていった。この高藤のコスチュームがまた今日も新しいの楽しみですね。そう、新ちゃん戻しましたか。目まぐるしい展開、パターンだけ同じで色違いって感じじゃないですか。いや本人は振り振りが好きすぎて嫌だなって言われて、あスカートみたいになってね後ろが、うん、なんかあんまりなかなかでも気に入らないみたいって言ってましたけど、うん、いいじゃないですかね。なかなか似合ってますよね、華やかで、はい、この人以外はああいうの負けないんじゃないですか今は。振り振りがもう嫌みたいでもう散々来たからもういいとか言ってました。でもイメージはイメージですから、うん、あってもいいような気もしますけど、はい、さあそして職人みたいな肘を落としていった。試合前のテープの投げ入れありましたね、キャブテープ、はい、長谷川選手が多かったのはテープを投げ入れるのは女の子のファンじゃないですか。高校選手はやっぱり男性ファンのなんか注目してる選手だから男の子って投げないじゃないですか、うん、紙テープ、うん、やはり女性の目から見てこの長谷川、長谷川、長谷川いいっていう人、憧れのなんか体育会の先輩って感じですよね。体がすごいやっぱりな、うん、巨大って言っちゃ悪いけどスタイルいいですね、アスリートというね言葉が本当にぴったりくる、これほどぴったりくる女子レスラーもいないんじゃないかと。本当に女選手って感じで、パンツ系じゃなくてこういう水着系のがいいですね。下いいですよね、うん、もったいないですよね隠しちゃう。そう、ももまでね、うん、多分パイナップルを着る日は特別な日なんじゃないですか。なんかこんなこと言ってた。あ、パイナップルですね。今日パイナップル系、うん、オレンジのパイナップルもあったけど、なんか今日は違うパイナップルみたいですね。さあそしてリング上は南とピーターパンデックおなじみの伊藤。この伊藤もね、ええ、この筋肉質なこう、ね、下半身が非常に魅力ありますよね。ももがすごいですね。すごいですよね、ももとお尻がすごい、はい、やはり吉田さんもね、もう伊藤とか長谷川の活躍を見てると触発されるんじゃないですか。あそうですね、試合見ると焦っちゃいますかやっぱり。でもこんなこと言ってもしょうがないですか。いやもうなんかだんだん不安になってきましたよ、うん、もうこれだけ離れてるから、あカムバックしても私のところはないと感じ。いやてかもうこんだけ動けるかなって、うん、それがそばで見てて、うん、まあね、怪我をして長期休んでると常にそういった不安というのはね、高いところから投げられたっていうのはもう1年以上ないってことですね。あでも1回、はい、あの復帰できるかなって練習してた時に投げられたりはしたんですけ どまたダメになって、うん、今はまたやってない。まあ、やはり首の怪我というのは本当にこの女子プロレス界業界全体の、ね、テーマになってますんで、まあ、本当にそうです、ね、怪我だけはゆっくりと、ね、直してから復帰してもらいたいというのが、気持ちなんですけれども、まだ序盤戦だけどなんかこの4人がいるとすごい面白い試合になるんじゃないかなって今から、うん、なんかそんな気がする。これは一度見たことありますけれどもね、ロコモーションダブルアームが両足でやってちょっとタイミング合わなかったんですよね、はい、よく考えておりますが受ける方としてはこれはもうね、お互いの必殺技を一気に受けてしまうという。おカウント危ないぞ、カウント2。この中ではがぜん先輩格の南ちょっと攻め込まれているが、フィッシャーマンのスープレックスホールド、今のスナップが綺麗だった、真似があります、まあ、長谷川と南がこうしてねリング上こうロープを振り合ってますと、まあ、リングが狭く見えるような感じもしますが、こちらはケーブラドーラコンヒーロー大型対決って感じしますね。南の得意技、ここで入国チームに三重又井上貴子のタッチ、その痛めた腰をストンピング、ストンピングとか似合いますよね井上貴子ね、はい、かかとで落とした、ヤンキーっぽさがいいんじゃないですか。こちらも得意のツームストン、これが嫌なんですよ。そこでパイルドライバー入れる前に顔でふざけるでしょ、すごい感じ悪くてかっこいいですよ ねまたホールに行った時の表情なんかも赤子ファンにしてはたまらないものがあるんでしょう。もう一回行った、ほらああやって顔に刻むツームストン、パイルドライバー、これは精神的ダメージというのもかなりあるんじゃないですか。そうですね、顔だから
逆さだしね。あ、そうですね、うん、でも本当に井上貴子って井上貴子らしいこと考えますよね。後頭部に2位を一発入れてすかさずバック。やっぱり井上貴子なんかとぶつかると、あ、本当なんか清潔すぎちゃうっていうのが長谷川酒井がムードで、なんか悪はあるのかもしれないけど、なんかそれ殺されちゃいます ね、 そうそうね、透明になっちゃう、強すぎるから、うん、まあ、逆に長谷川のイメージというのはね、クリーンなイメージですから、うん、透明感ですよね、はい、まあ、その辺ででも結構対抗戦とかになると、はい、なんか長谷川すごいですよね。そう表情とかも、まあ、外の団体の人とやると、 LPW とやるときはね、ちょっとエグいですよね、綺麗な感じがありますよね。クリッパス蹴りを入れた後フェイスクラッシャー、伊藤にタッチ、オープンに、しかし振り返された負けない一戦。さあもう一回いった、アームフリップ、すかさず膝十、あ、失礼しました、嬉しい逆十字。でもちゃんとあの伸ばされる前に腕持ちますね、ちゃんとこうやって、伸び切ってしまったら完全に決まりますんで、危ないぞ、リング中央、まっすぐ、うん、ちゃんと体返しちゃうし、その辺がシリアスだなと思いますね、レスリング的に。伊藤とか柔道やってたからそういうのは分かってるじゃないですか。そうですね、うん、しかし井上貴子の関節技というのもね、最近さえ渡っています。トップローからうまくホイップした。でも南静香選手なんか今の技一つとっても、はい、あの純然たる女子プロの流れを組む選手って感じがしますね。スタンダード、スタンダード、昔からあるね、技を、まあ、今のセントンなんか破壊力十分なんですが、カウントは強い。真ん中でセントンやるのは割と珍しいんですね、その場でね。南のセントンというのはこの背中が広いせいか非常にこの説得力がありますよね。コーナーからもうやられた日には大変です、はい、そうでしょうね、あれみんな外しますけどね、うん、やられたことあるんですよ、落っこってきましたか、うん、すごいありますよ、ロロに食らうと、あれはどうでしょう、伊藤のダブルフットスタンプにも勝るとも劣らない、当たり前です、広いしね、うん、内臓破裂技でしょうね、あれ、うん、アームの体勢からバックブリーカー、タイガースバリきちっと決めますよね、技をね、ポイントがしっかりしてますよね。もう一回いきますか、あ、確実に腰を砕いていく、もうドンピシャリ、先ほどと全く同じところに今膝を入れていきましたけれども、やっぱり技一つ一つ の、 あの完成度っていう点では正確さね、南静香にかなう人そんなにいないんじゃないですか。まあ南の場合はそう言われながらも、なかなかこのなんて言うんでしょう、試合の方で、勝ち星には恵まれないというね、あの部分が非常にあるんですけれども、やっぱり職人レスラーって感じじゃないですか、ポジション的には。まあ94年その辺のイメージ、まあ、本人は出していきたいということなんですが、なかなかね、うまいだけにね、逆にこう目立ちにくいという部分があるんでしょう。えげつないやつやり始めたら南鈴鹿なんかすごい面白いんでしょうけどね、うん、あ、見てみたいですね、見てみたいですよね。なんかレスリングが今綺麗じゃないですか、すごく、はい、本当はあ対戦してる相手の動きはすごく見えてると思うんですよ。だからそれを意地悪で外すようになったらすごい怖いと思うんですよね。性格的なもんかもしれないですけどね。まあ、今は受けて受けてという部分があるんでしょうけれどもね、一人だけちょっと大人っぽいプロレスになっちゃうんじゃないですか。さあそして伊藤と高子の対戦、うまく襟に丸めて満を持して登場は長谷川、あっ2ポータン、きれいにタイミングを揃えたドロップキック、後頭部にストンピングしてましたね、はい、長谷川もね、まあよく言われるんですが、ちょっとスロースターターなんでね、そう、やっぱりギャー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 言い始めないとダメなんですよね、切れないと、この人はね、そうですね、顔を狙ってますね、なんかね、先ほどの、高子の攻めがかなり効いてるんじゃないですかね、長谷川に、目には目をということなんでしょうか。
長谷川もかなりえげつない戦法に切り替えていこうというところなんでしょう。完全に動きを封じられてしまった感があります。井上貴子やられながらなんか怒鳴ってましたね、貴子ね。で今度はキャメルクラッチの体勢。10分経過、あっという間の10分、ぐいぐいと腰を攻めていこうという長谷川。この辺りはね、スタミナを奪っていこうという戦法でしょう。本負けしたか、リング中央。立体殺法をやった方がいいんじゃないですか、やっぱり長谷川は。これはショルダースルーをかわして、DDT。入り方が新しかったですね、今。はい、ネックビルダーかなんかやめたかったですね。あ、もう一回来ました。あ、完全にこの腕をクイッと振ってきて、なんかあんまり見栄えよくないですけど効きそうですね。でもDDT やっぱりやる人多いですから、はい、あの今、まあ、お互いのプロレスも含めて。あ、強烈。これまた綺麗だったですね。はい、カウンター危ないぞ長谷川。DDT2 連発、そしてハイアングルのパイルドライバーを食らったが、ものすごいドラッグキック。山崎一樹っぽいですね、今この場飛びで。このバネですからね、この場飛びであんな高く飛んでるんですよ、すごいですね、これは。もっと今見てるね、こんだけのファンが集まってるんだから、はい、もうちょっと南鈴鹿のすごさに気がついてほしいっていうような気がしますね。サーホール、ちょっとスタミナを消耗したが、長谷川タッチワークは南、そして高子組がここまでは優勢という感じがいたしますが、得意のローリングソバットをかわしたが、後頭部の蹴りが待っていた。行き換わったか長谷川。お、オールバースペシャルに行こうというところを返していった。カウント2、ここで伊藤ドラッグキック、しかしよく見ていた。すごいドラッグキックだったんで、この辺が高子のね、真骨頂、えげつなのですよね。しかしうまく右に丸め込んで返していった。カウント2、目まぐるしい展開を見せてきました今日の第3試合。うまく見ていたか、ジャンボスープレックスをいったんですが、思いっきり体を、体重を浴びせていって、今度は1点、伊藤カオルの必殺技ダブルフットスタンプをもろに受けた。まだ行きますよ、何発受けたんでしょう。なんと人の腹の上で足踏みをしてしまうという。カウント2、でも本当すごい技なんだけど、川内君割ととぼけてるじゃないですか。ね、だからひょうひょうとやってますよね。どうなのかなと思っちゃうんですよね。危ないぞ危ないぞ、トップロープからダブルフットスタンプか、これを食ってはラリアット。これは南、そして高子組を組みていた得意のハイアングル、ファイヤーパワーボーカウント、あれ危なかったですよね。すごい落差ありましたよ今。リング中央大の字は伊藤、寸前のところで長谷川がカットに入ったか、ちょっとブロッキー気味だ。ここでツープラと何があるのか、クロサイ、あー、うまく通ってバックドロップ。いや、ジャーマンっぽかったですね。ジャーマンですね。さあカウントは危ない、ブリッジがすごい綺麗だったし、そうですよね、パワーボムやられた後にやられができるのからすごいですね。今度は長谷川、ソバットになった、ソバットボム、ちゃんと顔にね、頭の横顔面入りましたよ。もう一発いった、ちょうど今度は耳のあたりをかすめていった、ああ顔面に入った、ハイアングルローリングスマートカウント、南がカット。涼しい顔してあんなに遠くから走ってますね。素早いですよね、素早かった今、ね、そして得意の裏投げハイアングル、ちょっと崩れた感がありましたけれども、相手が重いんでしょうね。もう一回チャレンジ、これはいった、もうほとんどバックドロップ気味にね決まっていく、この裏投げ。ああ、ツープラトンか、ツープラトンか、裏投げからダブルフットスタート、うわすごい、
なんか平らなとこ踏んでないから、踏んだ後またズニってね、内臓滑ってくるっていうか、ズニャってやるんですね。あれがすごい。そうでしたが、高子大丈夫か。大丈夫じゃないでしょ、やっぱり。うん、全然ね。流れ式、流れ式。フレンマスターを狙っていこうというか。大技だ、大技。ヨドワ落としに切り返した。押し倒した感じが15分経過マットに叩きつけられた。長谷川危ないカウント、カウント2。まだまだこのタックマッチ終わりませんが、投げ落とす効果の危ないデンジャーズジャーン、すごかったですね。完全に後頭部、長谷川の首は大丈夫か。ぐにゃっと黒字に曲がった感がありますが、カウントに、いやーこれは危ないかな。後頭部へのえげつないニードロップ、最後は本当に高子っぽい勝ち方ができたんじゃないかなという感じですね。長谷川先へ玉砕という感じでありました。今両手を高々と上げてファンの声援に応えるはず、井上高子。やっぱフットスタンプ食らったから勝った時もなんかちょっと苦しそうな顔した。そうですね、吉田さんどうでした今の試合。あ、はい、いや長谷川と伊藤にもちょっと、はい、ガンガン行って、行ってほしかった。でもまあ途中攻めたんですけどね。そうですね、ちょっと不完全燃焼かなという感じがしましたね。まあタッグを分断されてしまったという感じがいたしました。今日の第3試合は南鈴鹿井上高子組の勝利ということになりました。第3試合見事勝利を飾りました南鈴鹿選手と井上貴子選手です。どうぞ。お疲れ様です。最後はフィニッシュ、エンズイニードロップというかニーアタックというか、決めましたがどうでしたか。いや狙ってたんですけど、その前ちょっと喉輪が失敗しちゃったんでちょっと悔しいんですけどね。なだれ式のねやつをやりましたけれども、南選手今日は、ドロップキックの連発っていうのをこう久々また見たんですが、やったんですよね、いざっていう時にやる。なかなかやっぱりパワーを今日は、示したという南選手の試合ぶりでしたがどうでしたか。いやでもやっぱりここ一発は決めるんですけど、やっぱり向こうも分かってるんで勝手に来られちゃうんで、その分タコに頑張ってもらえたんで。井上貴子選手はどうですか、はい、その辺のところ。頑張ったんですけど、やっぱりすごいあのタックやっぱ長く組んでるんで向こうはね、すごいなんかロコモーションの後にフットスタンプやったりとかすごい連携良かったなと思って思ったんですけども、まあ、今度当たった時はもうちょっと倍にして潰したいと思います。南選手、井上貴子選手の連携で勝利を飾りました。その一戦でした。第4試合ブル中野全ジョイズム伝授7番勝負最終戦、まずは赤コーナーブル中野選手ですが、今日はいよいよ最終戦を迎えましたがどんな気持ちでしょう。そうですね、今日最終戦なわけですが、全ジョイズムとはいつでもどこでも強く熱いハートで完全燃焼することです。そのことを伝えていきたいです。そして対抗戦がなくても全ジョ限りなく面白いということを私が伝えます。今日の相手、最後の相手、井上恭子選手というのは最強の相手、この7番勝負では最後の最強の相手だと思うんですが、井上恭子選手についてはどうでしょうか。そうですね、恭子はもう誰もが認める天才レスラーですけど、今日は前場のエースとしての恭子を自覚させるために自分は強く怖いブル中野でいきたいです。ブル中野選手の熱い意気込みが伝わる激しい、そして温かさのあるなかなか見応えのある試合になりそうです。はい、そして青コーナー7番勝負最後の刺客としてですね、井上恭子選手登場してきましたが、はい、今日の大勝負大勝負意気込みはどうですか。今日は中野さんと対戦するんですけど、いつまでもあの中野さんや
アザ様の時代じゃありません。今日は私が勝って井上京子の時代にしたいと思います。このブル中野対井上京子というのはですね、まあ、覚えてらっしゃるファンの方は91年のベストバードを取った試合で、それがかなり年月が経ってるんですけれども、その辺のところは意識しますか？やっぱりいい試合したいっていうのもあるんですけど、今日はあの勝ちを狙っていきたいと思いますんで、今日も一丁絶対勝つぞ。おっしゃ。第4試合ブル中野全女イズム伝授7番勝負最終戦、30分一本勝負を行います。青コーナー175パウンス井上京子。赤コーナー獄門刀210パウンスブル中野。レフリー村山大地。さあ後半戦 第4試合になります。ブル中野全土イズム伝授7番勝負、いよいよ最終戦ということになりました。相手は井上京子、まあ、もちろん最終戦にはふさわしいと言いましょうか。これは全土イズム伝授というよりはもう新婚のシングルマッチとしてね、非常に楽しみな一戦ということになりました。うん、なんか大きなシングルマッチじゃないですかこれ。すごく、はい、まあ、伝授にね上がってきてから井上京子、ついに一回も中野選手と顔あの目を合わせなかったですね。まだあんまり目を合わせないですもんね。まあ、ブル様の方も今やっと視線がお互いあった、うん、握手した時もね、顔合わせなかったしね。まずはダブルトップ京子も、これはまたきらびやかなニューコスチュームで登場。ブル様に勝ったか、強烈なリアット。94年のブル中野は怖いブル様復活というふうにね、1月3日の試合では豊田真奈美を一周したわけですけれども、割と意識的には同格で戦ってますよね井上京子。まあ、今のところ分かんないですけども、まあこの試合と井上京子対ブル中野の試合といえば、まあ91年になりました。ベストバートに輝いたね、 3WA 世界戦があるわけですけれども、それにもましてね、お互い非常に当然当時よりも技術的にもレベルアップしていることですし、またさらなるかなりね素晴らしい試合が期待できるという感じがいたします。ブル様もこれは今日は初めから飛ばしているような感じがしますが、やはりこれまでの伝授イズム伝授、まあ6戦やってるわけですけれども、6戦6勝当然ながら、まあまだ1回も負けていないわけですけれども、ちょっとこの試合最終戦だいぶ意味合いが変わってくるんじゃないですか、ブルにとって。そうでしょうね。また最終戦に井上京子がラインナップされたっていうのは、うん、その辺がポイントかなという気もします。だいぶこれまでの第6戦とは戦い方も変わってくるでしょう。初めからガンガンと飛ばしていきましたブル。エプロンではじっくりと間合いを取ろうという井上京子、うん、それになんか当たり前の試合になってないですよね。ダブルチョップ2回目の倒し方とか、ラリアットのブロックの仕方とかね、はい、でパワーでも全然負けてないでしょ今の井上京子は。先ほどのお返しという感じですからね。なんか本当にこの体格的というか体の張りがすごいですよね今の井上京子。これ体格的にはそれほど全然劣らなくなっちゃったんですね。殴られましたね。強烈のラップキック。ここまでどうですか吉田選手。すいません、全然なんか見入ってた。全然見入ってた吉田選手はこの試合どう見ますか、どの辺を楽しみに。井上京子が何かやってくれるかとちょっと期待してるんですね。何かやってくれる、なんか井上京子が出るとそう期待しちゃいますよね。しちゃいますよね、はい。おカニバサミからうまく引くバックに回って、これはすごくみっちりしてますね。はい、
簡単にムル様の方は簡単にさっきロメロスペシャルやらせなかったでしょ、はい、だけどそれでも今はカニバサミで倒してそれでも強引に2回目トライするっていうか、なんとムル様のロメロスペシャル取り切るぞ。いやこれまで高々と上げられる人はおそらく井上京子くらいしかいないんじゃないですか。このまま大変なパワーじゃないですか。ブル様の体が完全にエビ取り、顎に強烈にフックして、そのまま足をフックして変形のメキシカンストレッチ。強烈に締め上げていきます井上京子。リングご覧のように中央、後頭部にギロチン、一つ一つの技本当に力強くなりました井上京子、うん、なんかテクニシャンというイメージからテクニックプラスパワーの選手になっちゃったですね、なんとなく。まあ本当に3拍子揃った選手ですよね。スピードもあるしね、スピードテクニック、うん、4拍子じゃないですか、試合運びがするから、ね、やっぱりすごいですね、うん、まあ、キャリアといったらね、ブル様と比べるとね、まあ、キャリアはしょうがないですよね、もうそのね、キャリアの浅さも全く感じないこの井上京子、やはり、まあ、センスという意味ではね、ピカイチなものがあるんでしょうけれども、この井上京子に対してリバースの DDT、 メキシコ技ですね、カウント2、いや、投げなかったりましたけれども、強烈な大技、あ、先ほどのお返しとばかりにエンジンでギロチンを落としていった、まあ、やはりギロチンを落とせばね、この人の右に出るものはないという感じがいたします。両選手ともじっくり戦ってますね今日、本当にランプリフト、ありがとう。カウント2、ブル様この髪の毛の逆立ちが溶けるのが早いですね、やはり今日は。それだけの相手ってことじゃないですか、やっぱりね、ちっこくいきます、正面スリーパーホールドでグイグイと締め上げようというブル様、かなりこれチョーク気味に入ってますけれどもね、このままあわやくは落としてしまおうというのか、ドラゴンスリーパーに移行した、ブル中の前女イズム、前女7番勝負の最終戦は相手が井上京子、これまでの6試合とはちょっと趣が変わっています。ブルの表情もひときわ厳しいものに、そんな感じがいたしますけれども、またしてもスリーパーホールド、スリーパーホールドをね、こういうふうに使えるっていうのはやっぱりベテランなのかなっていう感じですよね。場内からは落とせコール、吉田選手ここから上までは、この展開どうでしょう。どうなんでしょう、でも京子がなんか全然こう、うん、なんていうの、後輩っていうかそういうのを感じさせないですよね、全然ね、対等に戦ってる、対等ですよね、さっきからずっとそう、はい、ブルもこれもう必死ですからね、序盤戦からここでロープブレイク、ちょっと井上京子自分の方をポンポンと2つ叩いて意識まだ、おーこの性能がすごい、うん、ロープの反動にしてのギロチン、鈍い音がした、素晴らしい、今足を落としたんですか、ギロチンみたいな、ギロチンをロープ、セカンドロープから反動を利用してね、今度はキャメルクラッチ、先ほどからどうやらこれはもう井上京子のスタミナを奪っていこうという戦法か、ブルザムもいつも以上に丁寧に戦ってますよね、はい、
何かタイトルマッチのようなね、ここまではそんなじっくりとした展開、ご覧な苦しい表情は井上京子。やっぱりこれ最終戦じゃないですか、この全ジョイズム、はい、ブーナカの全ジョイズム7番勝負の、はい、伝授をするというよりはなんかこの7番勝負自体が最終的には井上京子と戦うための7番勝負だったのではないかというような、ね、なんかそんな気がしますね。全てはここまでのプロローグであったと。だってこの2人がシングルで戦えるチャンスってもうそんなことないのかもしれないけど、シングルでやるね、チャンスっていうのはそんなにないと思うんですよね。まあカード的に言えばね、まあ、今日はたまたま2つのタイトルマッチがありますので、ええ、第4試合という形になってますけれども、はい、これはもう十分メイン級のね、見応えあるシングルマッチということになりますんでね。後半再試合は全部メインイベントって感じなんですか。はい、遅刻いってますよ。ブルー持ち上げたの、持ち上げるのも悪いですけども、はい、こうやってなんか形を崩さないでキャメルクラッチみたいに持っていくっていうのもすごいですよね。ここでロープブレイクあまり長く食っていると、まあ、スタミナには自信がある井上京子ですが、これは完全に響いてくるでしょう。必要に今日は円髄にこのギロチンを落としていくブル中野。伝授というよりは伝授イズムそのものという試合なんでしょう。この井上京子の最終戦、ブル様がこの京子に何かこう伝授するものがあるとするならば何でしょうかね。ラリアットをかわして、あーもう綺麗に首をフックして、いや時間10分経過。トリッキーなテクニシャンぶりを発揮している井上京子。セカンドロープを降りしてチョップを打っていった。距離があればね、今ドロップキックって感じですね。行こうというのだったんですよね。もう一回今度はテッペレベルサー、こちらも必殺技、カウンター顎の先端にヒットした。ここからペースを徐々に自分の方へ持っていこうという井上京子、ミサイルキックを放っていく。今度は赤コーナー、ちょっとストマックのあたりを抑えているブル、もう一発ローアングル腹部めがけてのミサイルキックは強烈だ。カウントはカウント2、そろそろ試合が動いていこうという最後の第4試合。ジャイアントスイングがなんとブル様を大胆にもジャイアントスイングに持っていこうというパワーファイターぶりを発揮するのか井上京子、張り手一発、さあ、おっと、いったブル様がこんな形で回されているのは私ちょっと初めて見るんですけど、遠心力がブル中野の体をどんどんと上に持ち上げていった。数にして10回ですか、ピーターハンって感じですね。どうですか今のジャイアントスイング、吉田さん。すごいですよね、あんなやっぱ強化だけじゃないですか。怪力ですよね、絶対怪力ですよね。これだけできるっていうのですよね。さあお返し、先ほど散々からやられてたこのチョーク気味のスリーパー、お返しとばかりにリング中央ぐいぐいと締め上げていく井上京子、パワーでは全く引きを取っていない、むしろ上回っているんではないかというね、そんな一面も見受けられます今日の井上京子。京子はこれだいぶあれですか、ウェイトアップしたんじゃないですか、ちょっと見た目だいぶね、また一段と大きくなったような気がするんですけれども、はい、でもまあ太ったわけじゃないから全体的になんかそうですよね、大きな体がパンパンに張ってるって感じだから、うん、筋肉を増やしたというそんな感じがいたします。で重心低いって感じですよね。さあ足を取って、これもトリッキーメキシコ流のストレッチ技、立ってから持ち上げられるんじゃないですか、カンパーナですか、ええ、スイングをつけてカンパーナ、
持ち、そして肩、あらゆるところが決まっていきます。このメキシカンストレッチ、そしてすかさずキャメルクラッチ。ブル様苦悶の表情だ。これまでのデンジョイズム7番勝負でこれほど苦しい表情を見せたことがあったでしょうか。ブル中野、94年のこのブル中野、デンジョの中でのポジショニングというのも非常にまあ微妙になってくると言いましょうか。なんかすごい重厚な試合になってきちゃいましたね。ですね。リング完全に中央、膠着状態のこの試合ですけれども、しかしね、バッコクね、遅刻攻めています。井上京子、指し物ブル様もちょっとこれは強引に顔を決めていくフェイスロックのような形になってますけれども、サードロープやっとのことでエスケープ。なんか密度が濃い試合ですね。ちょっと苦しそうな表情はブル中野。さあこの後はどういった展開を見せるのか。ものすごい鬼気迫るラリアット。15分経過。いや、井上京子この辺りもラリアット全く負けてないですよね。そうですけども、やっぱり回復力が早いっていうか、立ってくるのが早いですからね、京子選手は。おっと、今のはカンガルーキックのようにいったんでしょうか。今度は逆にブルが後ろから羽交い締め。いや本当にこう重厚な試合になってきました、今日の第4試合。もちろんプロレスですから、お客さんに見ていただくというのもありますけれども、はい、この試合についてはなんか2人がお互いのなんかを確かめ合うために戦っているっていうのがすごい大きいんじゃないですか。いや今のもね、オペレベル3をね、そのままスリーパーで抱えましたよ。そして同時名だから、お互いが持っているいつもの攻撃パターンの応用編ばっかりですよね。そうですね、もう本当に簡単にはそんなものやらせないという、はい、今日の日のために研究したんですか、ね、なんかね、なんかそういう感じですよね、何かこう狙いすまして、そう、当たり前のものが当たり前に全然決まってないですよね、今日。またしてもスリーパー、必要に今日は両選手このスリーパーにこだわります。またいった、チキンウィングの形になってますけれども、完全に決まると差し物、井上京子も危ないぞ。同時めのチキンウィングフェイスロックに固めていこうというのか。サードロープに握り寄る、左足がロープにかかるか。ここでエスケープ、ぐったりという井上京子。天回しのラリアットというね、腕を思いっきり決まって、ほとんど反則に近いようなラリアットでしたけれども、あすごい、もう強烈マットに後頭部脳天が突き当たった。カウント2、試合が動き出してきたぞ。二段蹴りですね。先ほどのラリアット2発とパイルドライバーというのも、なんていうんでしょう、展開としては全く新しくないんですけども、説得力がすごいですよね。この蹴りもすごいですよ、説得力が。井上京子のなんか皮膚の中に足がめり込むのが見えましたけれども、今のは何ですか。前からなんかエンジンみたいな、エンジンみたいな形で前から側頭部を取ったんじゃないですか。井上京子寸根のところでロープエスケープ。
初めて見ました。すごいですよ今日なんか蹴りが未だかって見たことのないようなね攻めを見せますブルナカノ。あ今度はセカンドロープを利しての円髄。もう一回いった。昔っつっても何年か前ですね、はい、ダイビングブレーンキックのような形になっている。それにしても重厚感なる蹴りだ。カウント2。ブルさんはこういうブーツじゃなくて割と、はい、シンガードレガースに裸足だった頃割とキック使ってたんですよね、うん、今日はその頃のも出てきてますね技が。あ完全に足が挟まってしまった。ブルは攻めませんよ。このアクシデントは、ああ今ちょっと危ないですね。ああやっと足が外れたが大丈夫か井上京子。中野さん飛ぶな。そして飛ぶのか。ブル様が飛んだ。ブル様が飛んでいった。あ両プに足を取られた井上京子。挟まり方も割と危険でしたよね。危なかったですね。完全に宙づりになった状態で、で足がはまったというよりは足首がひねりながら入ってるような感じになってますね。いや今ブルーがフィニッシュかというね、あわやそんな場面でしたけれども、今度は舞台は場外。20分経過。早くも20分ですよ。ベルナカの全ドイズム全ズ7番勝負最終戦、一体どんなフィニッシュが待っているのか。エプロンをゆっくりと自分のスタミナをも回復していこうという井上京子。あそこも引いてないところでボディースラムを叩きつけて何をするんでしょう。何か助走をつけて何をするんだ。相当遠くまで何ですかね。助走をつけて何やったか。いやーあの東京ドームグレートオブダロ、50m 助走のあのラリアットを彷彿とさせます。長打な感じでしたね今ね。いやいやしかしすごかったですよ今の勢い余った井上京子はファンの方にぐっときましたからね。足も上がっちゃいますよね勢い余った。今度は本部席のスクエアの上で高々と左手一番の何だ。机からなだれ式のブレンバスター。なだれ式ブレンバスターですかって感じですね。いや、ま、今ちょっと逆サイドでちょっとよく落ちた瞬間ね見えなかったんですけども、ブル様がかかと押さえたからなんかそういう落ち方したのかもしれないし、今ひょっとしたらかかとがマットのないところに叩きつけられたのかもしれませんね。そういうこともあるかもしれないし、いや一転してブルさんはピンチ。一進一退の攻防だ。お互い足を引きずりながら満身創痍のこのシングルマッチになってまいりました。ボディスラムから三角飛びガルボですね、カウント。いやしかしまだまだブルさんブル様ナイアガラドライバーから、しかし得意技のナイアガラドライバーのポーズ、ブル中野を持ち上げるのかナイアガラドライバーを狙っている井上京子。そうはいかないって感じですねブルさん。やはり一筋縄ではいかないがやっと勝ち上がった。これも最近そのままゴールカウントどうか。井上京子をラリアットフィニッシュに使うことも多いんですよね割と。あの回を預けたね、競争をつけたのラリアット大技のレパートリーがたくさんある選手ってすごいですね、はい、あちょっと京子の右足のふくらはぎのあたりがブルのジャーマンも
完璧でしたかね今のは。よく返した井上京子。今度は起きて破りのパワーバム。そしてフィニッシュを迎えるのか。黒ちんですね。黒中野を支えてきたこの技。コーナー最上段引き出し飛距離十分リング中央カウント、うん、返していった井上京子。苦しいのはなんか黒中野も一緒かなって感じ顔つきがね。しかしちょっとリング中央だよ。もう一回ですか。もう一回行くのか。しかし回転式のギロチンとかローリングギロチンですかね。ギロチンでダメだ。もう一回バチッとしかしかわした。あーバックを取って投げっぱなし。投げっぱなしのジャーマン足を引きずりながらもう一回エルボーを入れて切り返しブルナカロン投げっぱなし合格のジャーマンカウント。これでも決まらないかカウント2。3度目の正直を狙うのか。内野からドライバーのポーズ上げた持ち上げた持ち上げたブルサバが持ち上がった。内野からドライバーへ行くのか。内野ドライバーカウントこれでゴール取れないと今日も試合は25分経過。苦しいのは残り時間5分。これは完全に決まったと思ったんですが、もう一回行きますか。まだ行きますか。ブルナカロン2度も1度もやった返していったブルナカロン、すごい試合になってきましたね。すごい試合です。これは先が全く見えませんよ。アッパーしていこう。井上京子にもこんだけのねまだ体力が残ってるんですよね。そうですよね。あれだけ技をやられてれですよ、ね、登れるっていうのはすごい。ロープリフター右腕がマットをかすったかというね、そんなシーンでしたけれども、ブルサバが青コーナー、青コーナー、トップアップ、最上段、あー、エンツイギロチン、あらみたことなかったですね、すごかったですね。26分34秒。ギロチンロッカーの高田でブル中野選手のコール勝ちでございました。いやしかし最後はやはりギロチンですか。でも普通のギロチンじゃないですしね。ギロチンドロップ4回5回使って、はい、やっと井上京子にホール取れたっていうんで、いやそれにしても両選手満身創痍。26分34秒という死闘でしたけれども、まあブルーもねナイアガラドライバーを決められた時には完全にダメかと思いましたけれども、まだちょっとリング中央大の座井上京子。吉田選手、はい、どうでしたかフィニッシュ。はい、なんか京子が勝ったかなってなんか思った瞬間が何回かあったんで、ね、まあ、だから負けたけど全然なんかそれすごいですよね、うん、これはスリミングの試合だったですね、はい、まあ、あの2度目に成り上がるドライバーで持ち上げた瞬間はもう、まあ、これお客さんも、ブルー様がやっとボール取るかなって感じがしましたね。京子の勝利をね、確信した人が、かなりいたんじゃないかなという気がしましたけれども、まあ一筋縄でいかない最後までね、下駄を履くまで分からないこのプロレスですけれども、いや素晴らしい試合ですね。はい、
ブル中野のギロチンということになりました。こだわったですよね。はい、全場イズム7番勝負最終戦、大激闘の末やはり勝利を飾ったブル中野選手です。どうぞ。足の方が途中場外で、ブレンバスターかなり角度のあるところで、かかとですか。そうですね、あのマットの外に出ちゃったんで打ちつけちゃったんですけど大丈夫です。それでもその後もう最後の方大激闘ありまして、井上京子選手のこうパワーというか成長ぶりはどうでしたか。それあの7番勝負の中で一番今日は本当につらかったです。戦ってて危なかったですね今日は。それでもさすがに最後は、まあ、殿下の宝刀ギロチンドロップ、あの井上京子選手もナイアガラを連発してきましたが、やはりギロチンで、決めるというところはさすがブル中野という感じでしたが。そうですね、もうこれ必ずホール取りたかったですから、この技で前にスリーダブルシングルやった時にムーンサウトだったんで、今日はあえてギロチンに断りました。7番勝負これで全て勝利を収めて、7連勝を飾ったわけですが、7つ試合を終えて、振り返ってどんな感じでしょう。そうですね、また一つなんか自分がキャリアの面でみんなに教えた部分もあるだろうけども、反対にみんなから若さとか昔のがむしゃらさっていうか強固の意地とかそういうものを教わりました。ブル中野選手今年も幅広い活躍が期待できそうです。なかなか大激闘の末見事勝利を収めました。セミファイナル 3AA 世界タッグ選手権試合、まず赤コーナーチャンピオンチーム山田敏夫選手と豊田真奈美選手です。今日の試合はですね、12月に、関西尾崎組から取り返して初防衛戦ということですが、山田選手今日の一つどうでしょう。まあ、今年最初のですか初防衛戦ということで、まあ、それに相手が同期ということでなんか嬉しい反面、やっぱりこのベルト守っていかなきゃいけないんで、今日はこのベルトの重みを分かってもらうためにも頑張りたいと思います。豊田選手はどうでしょうか。と三田と下田は同期なんで、なんか信じられないようなパワーを出してくると思うんですけど、今日は飛んで待って2人を潰したいと思います。はい、というわけでチャンピオンチーム今日は初防衛戦、かなり気合が入っているようです。さて青コーナーチャレンジャー下田美馬選手と三田悦子選手ですが、ついに、山田豊田と戦う時が来たという感じだと思うんですが、今日の一戦かなり気持ち高ぶっていると思うんですがどうでしょう。とタッグチームとしては山田トヨタに私たちも負けていないと思いますので、頑張りたいと思います。そして今日の試合をラスかチョーラスの今後につなげていきたいと思います。北斗晶選手はね、一応3試合を残して引退という形になってますが、三田選手今日の試合どうでしょう。山田トヨタが 3AA タッグチャンピオンといっても初戦同期ですから負けません。なんか静かな中にも闘志を感じさせるカチョーラス下田美馬選手と三田悦子選手です。試合に先立ちまして選手権チームよりチャンピオンベルトの返還でございます。本日のセミファイナル 3AA 世界タッグ選手権試合、60分3本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム145パンス下田美馬、同じく165パンス三田悦子。赤コーナー選手権チーム150パントヨタマナビ、同じく150パント山田レフリーボブ矢沢。さ
さあ今日のセミファイナルです。 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負、チャンピオン山田敏夫トヨタ真奈美組対挑戦者三田悦子下田美馬組。まあいよいよ 3WA のねタッグ選手権試合、今日は3本勝負ということでね決着をつけようということになりました。大一番って感じがしますね、はい、あの両チームがリングで向かい合っただけでなんかすごいピリ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 した、そうですね、続々とねこちらにも伝わってきますよね。ちょっと鳥肌もんだったですね、はい。そして放送席には、素晴らしい試合を見せてくれました南鈴鹿選手に お越しいただいてます。南さんよろしくお願いします。お願いします。楽しみなね、はい、セミメイン両方ともタイトルマッチですけれども、はい、南さんこの試合はどう見ますか。やっぱり山田トヨタの大田組が強いっていうのをもうお客さんは分かってるんで、はい、下田と三田選手には頑張ってもらいたいなと思います。あのシュープロ市場なんかでは一世一代の大勝負というふうにね、はい、でも一世一代じゃないですか、うん、というふうにこう報じられておりますけれども、もうやはりこの強烈張り手、リングに上がった瞬間ラスカチョーラスの方が、はい、私らの番だよっていうような顔してたから、ええ、うん、それだけでもうこれまでには比べ物にならないほどのこの決意でね三田下田望んでるような気がしますけれども、でもメインイベント取る力はもうつけてると思いますよ、はい。まあ、そしてなんといっても今日先ほどからリングサイド本部席にはこのラスカチョーラスの総帥途中がね非常に話題になっておりますが、カウントダウン3試合で引退ということが決まっている北斗晶がリングサイド陣取っているわけですけれども、今リング上ではトヨタがトップロープから下田を投げていきました。今あそこで下田選手をタッチしたのは良かったと思いますけど、はい、あのトヨタ選手の大技のなんで連発を食らう前に割とそのリズムを分断しちゃうっていうか、まあ、ここでもう一度仕切り直すという感じになりますからね。そうですよね。長身の三田がリング中央トヨタを返します。あ、噛みつきでいった。今日はやはりいつもとはねちょっとね趣が違いますよ。このラスカチョーラスガンガンいっています。試合開始早々からガンガンいきます。強烈パイルドライバー、これもハイアングルボディスラム強烈ですね。見た、うん、あの大きさがよくわかる、うん、動きですね、はい。三田下田組としてはやはりこのどのあたりから活路を見出そうというところあるんでしょうかね。やはりこのタッグを分断していこうとかそういったことは考えてるんでしょうか。今持ってるものを全てぶつけるという形が一番いいんじゃないですか。そうですよね。そうですね。カンカンしてないとは思いますけど、もう全部出して出し切っちゃわないと相手はやっぱり強いチャンピオンなんだから、はい。また初挑戦だから勝つ以上にあのこのコンビをもっとみんなに知ってもらうっていうか実力ぶりをね、はい、それも大事じゃないかなと。もちろんタイトルマッチは勝つのも大切だけど、うん、まあ、三田下田にとってはこれはまあ一戦一戦の勝負、当然一戦一戦のチャンスであるわけですからね。タイトルをこれ移動するようなことがありますとこのラスカチョーラスね北斗の引退にもねいい花向きができるというもんでしょう。腰に強烈に2位を当てていきました下田。キャメルクラッチの体勢、顔面をかきむしらんばかりの、でも本当は北斗の子分って言ってるうちは、はい、チャンピオンって感じじゃないんですよね、うん、うん、分かんないですけどこれは今どのぐらいの段階にいるのか、うん、まあ、もちろんその子分からねいずれは当然、まあ、いずれというか今年はもう脱皮しなければいけないこの2人ですから、まあその証と言いましょうかね、このタイトルを取って名実ともにラスカチョーラスをあの、まあ、目が張っていくという風になってもらいたいのです。この下田と三田、あの下田と三田、さあこの長身の三田にタッチ、バックを取って強烈バックブリーカー、そしてホール。今のなんか割と新しくないですか。そうですね、昔使ってた覚えがあると思うんですけど。あ、そうですか、はい、
いや持ってるもん全部出さなかったらトヨタと山田なんか出ないですよね。張り手張り手なんかあの張り手ってすごいですね。失礼かもしれないけど見たらしからぬ凄さっていうか、いやいやいや、でも秀人今あの張り手で、あスープラトンのパイルドライバーでカウントどうか。どっちかというと今はいいペースになっていますね。いいペースですね、はい、うん、ここまではこのラスカトーラス挑戦者チームのペースと言っていいでしょう。体格的なこと言ったらそれこそ三谷真正面からバカバカバカって来られたらトヨタ、ね、トヨタ選手なんか細い方なんだから割と、はい、どちらかというと下田と同じぐらいの体格ですからね。そうですよね。これもうまく返していった。まあ、ただ意外といってはなんですがキャリア的には同じなんですよ。三田下田の方がみんな同じなんです。みんな同じです、ええ、だから山田とトヨタが出世組で、なんて言うんでしょうね、下田と三田が雑草組っていう感じだったんですね、うん、はい、おロメロスペシャル高々と持ち上げていった。すかさず円形のストレッチ。ここまでは下田らしいファイト。これももう最近は下田の定番になってきましたけれどもね、足で踏みつけて、さあ今度はコーナーに振ってポーンとセカンドランプに強烈ハイアングルミサイルキック。ああいうのがあるからさすがペースが、はい、もう一瞬でペースが逆転になっちゃうっていうか、こちらの山田のパワー殺法、これマーフィーですよ最近。あこれ、はい、で特に今なんてトヨタが捕まって山田が休んでる状態で、力余っちゃってますよね。一周しますか。これは最高が17周ついたんで、20周近く回すんじゃないですか。山田敏夫の得意技フルチマフラーで20周ぐらいいったんでしょうか。さすがにちょっとねウェイト的には軽い下田ですから、トヨタが怒るかな。トヨタ怒りましたか。ちょっとあのでしょう多分、うん、あの三田の張り手がね回りもんだとこれも回しもまた回った、ローリングクレイドル、ちょっとリング青コーナー寄りではありますけどもスピードありますよね。まだ回しますよ。ご覧のようにぐる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 とユリースのようにローリングクレイドル、頭に血が上っていきます。下田もう20回転いってますよね。すごいですよ。どこまで回すんでしょうか。当然まあ自分もねこれ目が回っていくわけなんですけれども、いや三田ももう意地じゃないですか。下田ももうこれはでも手が大の字でもう平行感覚完全に失ってるような感じになってきました。いやまだ回しますよ。大丈夫でしょうか。ちょっと顔面が好調してきたトヨタも執念深いですね。やっぱりまだ回します。これ激励に触れましたか。40周ですよ。40周いきましたか。危ない。よく返しましたが、自分だって目回ってないわけないんだから。でもああこれも強烈、後頭部を打ちつけていった。ちょっと下田が捕まっているぞ。挑戦者チームラスカチョーラス、もう一回行きました。ストレッチマウラー、でもこのチャンピオンチームに対して受けに回っちゃいけないんですよね。ガンガン行かないといけないですよね。チャンピオンチームは攻撃型の、うん、チームですから、はい、ほっといたら意外と技出してきますよね向こうが。下田ここはこのロンリーバトルなんとか出したいところ。ロープサードロープに手をにじり寄ってここで届くか。エースブレイク強烈サイキック。三田と下田を応援、うん、それはそうです。やっぱり、まあ、心情的にはね後ろから追い上げてきた人を応援したいじゃないですかみんな、ね、もう山田と取れたら強いことみんな分かってるんだから、はい、
っと島田が攻め込まれているが、やはりこの辺りも王者組の貫禄を見せていこうという山田の意地ですよね。リバースのトラスキックからやっとの思いで三谷タッチだが、入ってきてすぐ山田が捉えたかに見えたが、三谷もうまく軽快にフットワークを、今ネックリか、でも島田の正面回ってるから、ちょっとねセカンドロープに登った、あジャックナイフですか、カウント2。でもコンビネーションちょっと崩れてもめげずにどん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 行かないと、今度は挑戦者チームが捕まったか、あうまく場外からフォローに回った、島田がうまいぞ、ノーザンライト10分経過、スープラトンの攻撃出すカチョーラス、ああこのロープ最上段階のエクブリーカーは誤爆、ラリアットをかわして、しかし三田もよく見ている、一進一退両者入り乱れての攻防、今度は挑戦者、あーひとりとり2人まとめてボディープレスでなぎ倒していった、今度は下田が捕まるのか、ロープ最上段は山田、しかしそれを三田が足を掴んで、下田が今度は逆サイドから、ああ2、いや今高さといい三田のカットも良かったですよ、あそこで山田を抑えておいたのは、下田の斜め式ダブルアーム決まったかに見えたんですけれども、カウントは2、今度は豊田の返しのチャンスチャンス見つかっていたぞ、チャンスだ、後ろで邪魔、カウントカウント2、セミファイナル 3WA タッグ選手権は3本勝負で行われています、今日のセミファイナル1本目、ジャパニーズオーシャンスブレックス危ないカウント、三田がなんとかカットに入った、なんかあの2人は携帯通りもう殴り合い状態ですか、青コーナーお互いなんとかカットしないと、カットしないと下田が危ないぞ、下田が危ない、あ三田が入って奪った、すごいチャンスだったんですけどね、やはりこれ3本勝負1本目取ると取らないじゃあね、特に挑戦者チームスピンキックですか、なんかああいうこともあるんだ、しつこい、もう1回トライしますよ、ジャパニーズオーシャンサイクロンぐるっと一周して、あこのまま完全に決まった、エプロンでは見たら完全に抑えられている、1本目は王者チームが選手、やっぱりあの必殺技の数では下田と三田組やっぱり劣るじゃないですか、数では、だから本当はこのコンビこそ分断されちゃいけないんですよね、完全に今ね逆の立場、本当に1本目はチャンピオンチームが挑戦者を分断したなとい う、はい、今画面はねちょっと、まあ、心配そうに見つめる北斗捉えておりますけれども、南先生やっぱりあの技はもらっちゃいけないですよね、まあ、山田がね三田を完全にシャットアウトしましたんでね、また3本勝負だからチャレンジャーが本当に1本目取らないといけないんですよ、ね、ちょっと下田がまだクロッキー気味、多少苦しくしないと下田と三田っていうのは力出せないのかな、まあ、これまでね何度となくこの逆境に、はい、逆境を乗り越えてきたこの2人ですからね、あとはセカンドラウンドの力を発揮するのかもしれないし、まあ、やっと掴んだこのチャンスですからね、このまま終わってほしくはない、玉砕でネックブリカーに行ったんですが、ちょっとまだね第1試合の1本目のスタミナ消耗が残っているかに見えたんですが、もう本当に一発逆転、狂ったようにやるしかないんじゃないですか、ネックブリカー高さがあります、大歓声の大田区体育館、体力ここまでは温存気味のこの三田ですから、ここは期待したいですが、今のは何ですか、
顔面に膝当ててきましたよね、まあ、技じゃないけどそれでも返しちゃうのがすごいと思う、なんかすごいと思って気持ちいいし、ラリアットをかわして、もう無格好でも何でもいいからこうやって技をたくさん使って、はい、ダメージ出ましたよ、ブレイジングチョップ、ダブルチョップもう一発いくのか、破壊力十分、いやすごい音がしましたけれども、これあーものすごい音でしょうね、いやこれはあの天竜の逆水平にもひっくりするようなね、ものすごい音しましたけれども、山田の胸板がきしむ音がいたしました。しかしカウントは2、今度は斜め式ブレーンバスターを狙っていく、高さがあるだけに差し物、山田もおトップロープですよ、ものすごい3回からの流れ式ブレーンバスターと言っておきましょう、カウントもっとしつこく攻めないと、でも、はい、なかなかこの2人から3カウントって取れないんですよね、まあ、三田がこのねチャンピオンチームから3カウントを奪うにはやはりあの必殺のデスバレーボムか、まあ、あの辺りにうまく繋いでいかないとね、十分に痛みつけておいておいてからね、ですね、ええ、さあそこまでなんとか持っていきたい挑戦者チーム、破壊力という意味ではね、山田のリバースドリュースペシャルか、あるいはトヨタの必殺技にも匹敵するものがあります、この三田の必殺技、こうやってたくさん技をつないでいかないとじっくりとね、ええ、こちらもラスカトーラスの定番でしょう、いじめにいじめ抜いてやる、そういった94年のスローガンを掲げているこの下田、今度はいいですね、今ネックハンギングなんかもっと使った方がいいと思う、ネックハンギングとネックウリーカーの合体技を見せたラスカトーラス、そしてスリーパーだ、ぐいぐいと締め上げていこうという下田、腰抜き足、あ顔面総白は山田大丈夫か、なんかやっぱり挑戦者チーム中心に見ちゃいますよね、どうしても、うん、でも私下田と見つめてる方がドキドキしたんですけど、あ、そうですか、はい、どうしてですか、なんかやっぱり大手チームって強いっていうのが分かってるから、なんかホールを取るのも当たり前ですよね、そうだからあっちの2人に頑張ってもらいたいと思う、みんながそう思ってるような2人間のお客さん、これ声援を見れば分かるんですけれどもね、そうチャンピオンチームには悪いけど今日は、もう挑戦者がどれだけ頑張るかっていうのをみんなが見てるって感じ、はい、このタイトル移動の下馬評ではですね、挑戦者チームが勝つというのはさすがにちょっと来るかなというふうに思われてますんでね、まともにやったらやっぱりこのチャンピオンチームには勝てないだろうっていうのは分かりきっちゃってるっていうか、だから頑張ってほしいっていうか、逆に、まあ、もちろんねリングサイドあすごいじっくりと見ているホットの辺は分かっているんでしょう、いやこれはスリーパーというかフェイスロックというか、下田がもう引き迫る表情で、これが下田の魅力なのかもしれないですね、締め上げていきます、なんとかこのお客さんの大歓声に応えてほしい、ラスカトーラス高知系だ、そしてリング中央仁王立ちの下田、今のはらしかったですよね、いやー大田チームを足蹴にしようという大胆不敵ラスカチョーラスの2人、いやー2本目ずいぶんらしさが出てきたんじゃないですかこの2人、華麗な技ではやっぱりトヨタとかあまり勝てないから、はい、強烈ドリアホールパイルドライバーから、あ首を決めていった、おうん、これでギブアップを取る可能性って、ね、ないわけじゃないんですから、がっちり決まってますよ、このスリーパーとかフェンスロックっていうのは本当勝ってやるっていう気持ちがよくわかりますよ ね、 ねほとんどチョークだ、チョークだ、チョークだ、首を決めていく、腰向き出しだ、あそう、あこれはえげつないよ、あこれはすごい、なすべなしの山田、山田の首を徹底して攻めていこうというか、なんとも
生贄状態ですからね。ちょっと離れてるとやっぱ蹴られるじゃないですか。だからくっついてた方がいいかもしれないですね、山田には。今はどうでしょう、挑戦者チームうまく分断作戦成功してるんじゃないですか。いい作戦じゃないですか。ここはタッチしてしまった。いや、私もついついタッチしてしまった言ってしまったんですが、強烈なトヨタのキック、ご球場ないことしましたね。ああ、ニングドラップキック。トヨタにこれ始められちゃうともう止まんないですよね。ダメでしょうね、もう誰にも止められない状態になってしまいますか。スイングしています、トヨタマナミ。これが、いや、今顔と言わず頭と言わず、しっかりでもガードしてましたからね。今まともに食らってはもう一貫のおしまいというトヨタのミサイルキックから今度は見た、はいはい、カウント2。2本目はこの三田の奮起に期待したい。お、これはうまくかわして下田がミサイルキックのお返し。さあ抱え上げてデスバレーボンももらったか、ジャーマンで切り返していった。危ない危ない。あ、今ちょっと三田かなりハイアングルジャーマン食らいました。大丈夫でしょうか。ボディースラムで叩きつけておいて、ムーンサルト。しかしこの辺はラスカルのラスの連携がいいぞ。あっ、体勢十分じゃないのに投げちゃったっていう、強引に持っていきましたよね。あ、うまく分断してるぞ、うまく分断してるぞ。リング外に転げ落ちていった山田、そして両コーナー、青分かり両コーナー、トップラッカー、フライング。これでもフォール取れないんだから、よくは山田トヨタが1回でやりますね。おかしいですよね。いい連携でしたが、しかし惜しくはデスバレーボムに行くところだったんですが、危ない見た。やっぱりチャンピオンシップチームはしぶといですね。しぶといですね、やっぱり爆発が違うって感じ、必殺技やらせないですよね。いや、下田もよくカットに行ってるんですが、場外の下田に飛んでいったトヨタ、誰もが、誰もが、いや、目を疑った瞬間であります。ラーケット、ムーンサルトプレスがカウントフライ。下田寸でのところでカップに入っていった。チャレンジャーチームまだまだ頑張りが足りない、まだまだ行かなきゃいけないですが、まだまだ、あっちも今度は、今度はチャンピオン、やりたい方がいい、チャンピオンチームが下田、何をやってんだ。下田勝ったら遅いぞ。カウント2。やっぱりチャンピオンチームの戦い方も完成してますね。スープラトップ、これはうまくフォローした下田美和。今度は1点、ラスクは強打の挑戦者チームのツープラトン、ハイアングルで逆に返していこうというところ、しかし、思うように山田に蹴らせてはいけません。今試合やってもダンとダンなんでしょうね。ちょっとよくわかりませんけども、4者入り乱れた。チャンス、セカンド9分55秒、9分55秒。いや、今デスボラ順番を変えたので、三田悦子選手のボール勝ち。こうやって勝たないとジャンプチームからボール取れないんですよね。デスバレーボム2連弾ですか。いや、これはちょっとさすがのトヨタもね、返せなかったんですけれども、いや、それにしても2本目よく戦いました挑戦者。まあ当然今トヨタグロッキーですから、
一気にこれ行きたいですね、3本目もね。そうでしょうね。うん、ご覧のようにどうでしょう、北斗の表情。一本先取されたのことが、幸いっていうか、うん、2本目本当は力出しましたよね、下田と。窮地に立たされて後がなくなりましたからね。いや、それにしてもどうですか、今のデスバレーボーン、南さん。強烈でしたけれども。自分もあの場所に負けてるんですよ、ボールを。ボール取られましたよね。ちょっとまだリング中央で起き上がれないトヨタ。本当に。いやー、三田が。三田がいいの珍しいじゃないですか。珍しいですよ。本当はもっともっとああやって打ってほしいんだけど。はい。あんまちょっと迫力なかったけど、まあいいでしょう、それは。自分でノックダウンに追い詰めたわけですから、説得力十分でしたよね。さあ、場外場外、髪の毛を引っ掴んで、三田が三田が、あっと、今年の最高の方向に向かってきた、そしてマット上、ああ、場外で強烈、ドッと言わんばかりの三田の表情が今、私の目の前でスパークしたわけでありますけれども、完全にグロッキーは通ったままに。なんとマットのないところでコンクリートの床に脳天を叩きつけていった。ここのフロアはそれに硬い硬いですよ、ここ。いや、今慌てて山田がヒューゴに駆けつけましたけれどもね。危ないぞ危ないぞ。あー、放送席、山田が飛んできた。あ、今ちょっと顔のね、耳のあたりを押さえている山田ですけれども、それにしてもラスカ・チョーナスの2人はもう凶暴になってきた。タイトルのためにまっしぐら一直線に向かっています。スリラブレのタックラッシュ目前だ。さあ、カウントはどうか。一世一代の大チャンスを迎えています。三田、下田、ラスカ・チョーナス、今年限りの引退を決めた北斗に対する引退への花道をこの 3WA タッグを、ね、奪うことで飾ることができるのか。ラスカ・チョーナスの2人、タッグチームの頂点に今もうまさに手が届くところまで来ていますが、一瞬の返し技が怖い。カウント、逃がす逃がす。あー、ここはタッチ許しちゃいけないですよね。髪の毛を掴んで、三田いいですね、今日ね。三田大きいですから、あのリング中央仁王立ちがこれほど似合うというか、これほど絵になる選手もいないんじゃないでしょうか、三田。何かこの試合2本目からこの選手が何かこう一皮向けたようなね、そんな印象さえ受けます。島田の勝ち、アップライクだろ。トヨタが完全に捕まっている。あっと、うわー、強烈アップレスピン、スピード十分、高さ十分。でもスタミナではトヨタ選手ね、やっぱり粘りますからね。無尽蔵のスタミナですか、ありがとうございました。いや、それにしてもあれだけ攻められてね。さあ、うまくジャックダウンで切り返した。すごい綺麗なブリッジですが、カウント2、うん、どっからでもフォールに乗ってくるっていう人ですからね、トヨタって、はい。あ、ここでね、ペースをチャンピオンチームに持っていかないようにしなければいけません。ここまでのところで山田選手あんまり出番なかったっていうかね、蹴りを出してなかったから全然ね、そろそろボコスカにされるんじゃない。あー、すごい、席を切ったように顔面蹴り。でもこれ分かってたことだから、はい、ここは耐えなきゃいけないですよね。すごい、下田にとっては正念場。サードロープに足をかけていった。この4人の中ではかなり、まあ、比較的元気な山田が登場。下田返せ、カウント2。
三本勝負を多くやってるってことですよね、チャンピオンチームは。うん、やはりスタミナという面ではチャンピオンチーム一日の差はありますかね。もうそれはやっぱりすごい差があるんじゃない、うん、経験では。まあ、なかなかこの3ダブルタッグぐらいですかね、三本勝負。そうですよね、みっちりやるのはね。そうしますとこの下田美香にとってはまだほとんどやったことないでしょう。うん、3本勝負の中未知のゾーンじゃないですか、うん、3本目は。それにしてもコーナーの三田選手も、うん、割と声が出てるって感じ。でもどうにか山田を捉えればトヨタ死んでますから。そうですね、うん、3本目取れる可能性も出てきてますよね。相当辛そうですね、コーナーですよ、トヨタは、ね。まあ、何せはもうデスバレーボム2連覇作った後にファイブドライバーどうなる、ファイブドライバーには振ってますからね。さすがのトヨタといえども、あれはね、リング内は山田と下田、カウント2。ここは挑戦者下田、なんとしても耐えていきたいところ。まだダメじゃないですか。まだダメですね。しかし2プラトンで行こうという、しかしトヨタ、ああ出てきた出てきた、危ない、すごい超デンジャース、すごかったな。完全にくの字に曲がってしまった下田の首ですけれども、次はないですよね、2人足持たれてますからね。あれはもう手まで持たれちゃってるし、受け身とかそういうなんかレベルではなんかないようなね。足もうまく抱えようというところ、逆に抑え込まれてしまったか、反撃。今みたいな甘い回転エビ固めは全然もらわないですね。一発逆転でクブリカを狙ったんですが、まあ先ほどからこのパターンでベースを取ってきた下田美馬組ですが、さすがに王者チーム、そうやすやすと同じ手は食らえません。山田は割と余裕持ってますよね。まあ、この中ではかなりまだスタミナ温存してる方でしょう。あーっと蘇生しましたか、トヨタ。エプロンでうずくまっていたんですが、蘇生したか。あー今ちょっとね、やっぱりでも3本目だなって感じがしますね。疲れちゃってますよね。下田は今セカンドロックからダイビングボディープレス狙ったんでしょうが、距離があったですか、ね、距離がね、かかり間違えましたね。やっぱりスタミナありますね、トヨタ選手。いや信じられないですよ、なんでこんなことができるんですか。先ほどまで赤コーナーでもう完全にうずくまってこの人がね、すぐ回復しちゃうんですね、この人。信じられないですよね、どういう構造をしてるんでしょうか。しだしやっぱりでもきついことはきついでしょうね。そうですね、まあスタミナの面ではまだこの下三田も温存してる方ですから、うん、頑張ってほしいところです。まあ本当にこのタッグチームここまでは明暗くっきりと分けてきた、まあプロレス歩んできたわけですけれども、ここへ来て挑戦者そして王者 3WA のタイトルをかけて戦っているというこの4選手、もう本当に下田見た目は這い上がってきたって感じですよね。本当にそういった言葉がぴったりきますよね。もう紆余曲折長かったですから、この2人も北斗というね総帥を得て、やっと形を成してきたこのラスカー・トーラス、さあ飛んでいくのか。おスワン式のダイブ、高さ十分、素晴らしい三田との連携プレーでスワン式ダイブ、そして三田は飛んだ、超重量級トペ。まだ行きますか、まだ行きますか、まだ行きます。すかさずリング内、ペース取り戻しましたよね、またね。挑戦者チームチャンスだ、チャンスだ、リング中央に放り投げて、
は定番だったんですけどね。第3強チームよく見ていた。山田がロープに取ってエンズイ。山田としてはやっぱりやり残してるわけたくさんありますから、まだありますから ね、まだ全然出してないと思いますよ。お、飛びつき、素晴らしい飛びつきの横、あーっと危ない、びっくりした。3つやらせなかったのはすごかったですよ。下田もトリッキーになってきたぞ。タイガースープレックス。まあ最近この下田がフィニッシュホールドにしてるね、タイガースープレックス出しましたけれども、すかさず、いやコーナーに登る下田も生き生きとしています。一戦一戦のチャンスだ。ああ、またベルトがちょっとね近づいたんですが、どうか、うまく丸めていった。カウントどうか、カウント。10分経過。やられちゃいましたね。やられちゃいましたよ、顔面に。さあ、赤いジャーマン、ハイスピードジャーマンだったんですが、下田返した。いや、なんかあの割と低空じゃないですか、普通山田のジャーマン。今日のジャーマンはすごいしなってましたね。ラブレンコンの見たぞ。これで分かんなくなったですね。いやいや、もう一進一退でどちらどうなってるのかよく分からなくなってきた。いや、下田も冷静だったですね、今ね。今決まったかと思ったんですが、リバース。これはね、山田も焦ってますよね。ドリースペシャルをここで見直すというところ。すごいジャーマン叩きつけたキャンバスに、ものすごい音しましたけれども、今それでも、あ、見たもん、めげませんよ。あ、しかし心臓が危ない、カウント危ない。もう目が離せない WWA タイトルマッチ。挑戦者チームか王者チームか、雑草かエリートか。かわしたまでは良かったんですけど、今あのリバースのねサイクルを狙いましたよ、トヨタ。あ、山田がやっぱり元気だな、まだ。あ、三沢、あ、いるか、危ない危ない。いや、王者タックル、王者タックル、デンジャラス、デンジャラスのアレスキュラックを打った。これを食ったら一本の終わりだ。びっくりした。いや、バンジーキュースって感じだったですもんね。いやいや、まだここでね頑張らないと。雑草といってもね、雑草魂があります。あー、どうだ、すごすぎる。またこんなにキックしたのに元気なんですよ。信じられないですね、この人は。あれ、自分の方がダメージくるんじゃないかと思うんですけど、高いところから飛び降りてるんですよね、相当。なんですか、この合体は。ダイビングブレーンキックとジャパニーズオーシャンサイクロン、スープレックスの合体。間に合わなかった下田がジープロンで奪われている。チャンピオン強いですね、チャンピオンチーム。雑草やはり。トヨタ真奈美選手のコール勝ち。ここまでといったところか。山田俊夫、トヨタ真奈美、スコア2対1で内容は素晴らしかったですよ。真奈美組の声でございます。やはり王者組、紙一重、一日の長があったのか。最後は合体のお互いの得意技をミックスしての、そうですね、ジャパニーズ王者。2つの必殺技が合わさってたじゃないですか、はい。まあでもあれほど、これだけ王者チームを追い詰めていたということも言えますからね。そうですね。
トヨタマナミ山田敏夫選手、見事王座防衛成功いたしました山田敏夫トヨタマナミ4選手にコミッショナーより認定賞の授与でございます。素晴らしい試合でございます。認定賞トヨタマナミンドの山田敏夫殿、あなた方は大田区体育館で行われた 3WA 並びに全日本女子協会認定 3WA 世界タッグ選手権試合で2人力を合わせ見事勝利をされました。ここに認定賞のチャンピオンに報告するのでございます。どうぞよろしくお願いします。全日本女子協会認定賞おめでとう。今認定賞をね手渡されまして、そしてチャンピオンベルトを今またもう一度腰に巻こうというこの大田チームトロフィーが渡されます。それにしてもよくやりましたよね、挑戦者ね。すごかったです。南さんどうでしたか。そうですね、やっぱりあのダブルのタイミングがちょっとずれたのもありますけど、はい、いいものをどんどん出せたと思うんで、はい、あと一瞬のやっぱりホールアウトが少ないから詰め込まれた一瞬のタイミングで取らないとちょっと大田には勝てないかなと思います。技の数でいうとやっぱりこのチャンピオンチームの倍ぐらいありますよね。ですよね。でもすごい面白かったです。いや素晴らしかったと思うんです。まあそれにしてもどうでしょう、これにめげずにというのはなんですけれども、もう一回チャレンジしてもらいたいですよね。すごい差がついてたところこんなにここまで詰まったかって、まあ、正直な感想はね、だからこそみんなが今日は下田君を応援しちゃったりして、まあこれだけの大観衆が見届ける中あれだけの試合をした、まあわやという場面が何度もありました。ましたね。もうまああの破れはしましたけれども、お客さんに対するアピールというか存在感というか、下田三田組94年面白いぞってそういう感じですよね。そうですね、主役の一人というか一組でしょうね。はい、今日のセミファイナル 3WA、タッグ選手権試合はまあ残念ながらと言っておきましょう、下田三田組前線しましたが、あと一歩ベルトに手が届きませんでした。はい、見事初防衛を果たしました山田敏夫選手と豊田真奈美選手です。どうぞ、大丈夫ですか豊田選手は。はい、じゃあ山田選手、はい、見事初防衛でしたが、今日の試合はどうですか、ズバリ大激闘でしたか。別に甘く見てたわけは全然ないんですけど、やっぱりもう何年か前ですけど当たった時よりはやっぱり手応えがあったですね。で向こうも向こうなりに自分たちがどう映ってるか分かんないですけど、まあやってて楽しかったっていうか辛かったですけど、やっぱ同期だなっていうやりごたえがあったというような感じですよね。豊田選手ちょっと一言だけ、どうでしたか今日は下田見た相手に。もう記憶がない。それだけ激しい試合をやったという実感がありますか。なんで記憶がなくなっちゃう。レスパルームに扱って。あ、そうですね、2本目は向こうの攻めはかなり厳しい攻めで、自分が指示した通りに動いてただけなんで、ただ最後はもう3本目は、見事に一気に連携で決めましたが、もうやっぱ本当は自分が取りに行きたいところなんですけど、やっぱ2本目トヨタ取られてるんで、やっぱトヨタに仕返しをしてもらわないと。だから山田選手は大人になったなというか、立派なでかくなりましたが、次防衛戦どうでしょう。もう自信たっぷり取り戻して今年また再スタートということですが、次の防衛戦になるということはどうでしょうか。今年初の防衛戦でまあ思い切りできたんで、次もまあどんな相手か分かんないんですけど、もう2人で力を合わせていくしかないですね。はい、見事初防衛を果たしました山田トヨタ組チャンピオン組の勇姿でした。はい、メインイベント 3AA 世界シングル選手権試合、まずは赤コーナーチャンピオンアジャコング選手ですが、今日は3度目の防衛戦、正月にね堀田選手とは、やって不覚を取ったという形がちょっとありますが、今日はどうでしょう。そんな昔のことは忘れた。これ3度目の防衛戦、去年はダイナマイト関西選手とこうベストバウトを取った試合で、まあ、工藤選手となかなか感動的な試合がありましたが、今日の防衛戦どんな試合になりそうですか。いい試合なんかしない、潰すだけ。堀田選手の印象、最近の具合どう思いますか。別に、なかなか今日は気合いの入った怖いアジャコング選手が見られそうです。そしてこちら青コーナーはチャレンジャーの堀田由美子選手です。ついに大一番やってきましたが、今の気持ちどうでしょうか。はい、昨年の3月関西戦をはじめ
カンドリとも戦いました。結果は負けたんですけど、自分に自信がつきました。そして今年1月3日アジャにも勝ちました。それでますます自分に自信がつきました。もう怖いものはありません。もう今日の試合は本当にベルトを取るつもりで思いっきりきます。はい、やはり赤いベルトって念願だと思うんですが、堀田選手はシングルのベルトっていうのはね、まだ手にしたことなくて、今日はなんか一つやってくれそうな期待がありますが、ズバリやってくれますよね。そうですね、もうこの機会を逃すことはできません。はい、決意を固くしたところで、堀田由美子選手チャレンジャーいざ出陣です。試合に先立ちまして、選手権保持者アジャコング選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。取れると思うなら取ってみろこら。本日の名イベント 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者180パンス堀田由美子。赤コーナー選手権保持者230パウンスアジャコング。レフリー村山大地。さあ大田区王者伝説94、いよいよファイナルを迎えます。 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負、選手権者アジャコング対挑戦者堀田由美子のシングルマッチです。いよいよやってまいりました。リング上ご覧のように両者ともシンクのコスチューム。いやー、張り手張り手、そしてパンチパンチ、顔面にハイテンションです。試合開始早々からハイテンションになってきました。小径な小径か、あるいは突っ張りか。いやー、入った村山大地までも、いやー、これ回転数ですね。いや、このままでは危ないと判断。おお、もう出ましたね。早くも一発ここで出しましたが、おっと顔面にキック。堀田由美子のお株を奪う顔面へのデンジャラスキック。いきなり場外だ、いきなり場外。さあ、アジャの心中はいかに。今日はね、試合も直前までかなりこうヒートアップしていたアジャコングですが、あ、本部席、本部席、いきなり来た。どっか行っちゃってますね、なんかもう。いや、そして休む間もなくリングない。割とアジャコングも割と何でもできる方ですけども、今日はこのスタイルなんじゃないですか。いや、それにしてもなんか怒ってますね、今日本当に。でも、いつもよりはアジャコングやりづらいと思いますよ。そうですか。はい、というと、この辺りが体重がある選手だから、ほったら、はい、相手がね、はい、どっちかというと軽い選手の方が、はい、自分やる分にはすごいやりやすくて、相手の方にスタミナを全部。そうですよね、はい、
まあ、それにしても堀田のこの体格も見事なもんですよね、はい、ここへ来てまたでも黙ってないですね。堀田もいよいよこれまではなすすべがなかった堀田ですが、裏剣ガードしましたパンチいったカットしましたね今ね。もう殴り合い殴り合い、まるで北斗対カンドリを見ているような状態。完全にストリートファイトになった。おお、やっぱり相手が口切れてますね。口切れてますね今ね、あの唾吐いた時真っ赤だった。あ、掘ったんじゃないですかこれ。これはすごい、厳しい試合になりましたね。もう両者感情むき出しですよ。やはり戦国の後楽園ホールでどっちですか、血にすごい出てますけど。そうですね、まあ、後楽園ホールでアジャの口ですかね。あ、堀田の手も強いと思うんじゃないですか。小指の、あ、手がすごい、手がすごいですよね。小指のあたり切れてますね。切れてますね。うわー、よくせぬ流血戦になった。スリーダブレイキングマッチ。指の間ですか、指の間だったんですか、なんですかね。よもやの流血戦どうですか。アジャ対堀田という組み合わせでこんな壮絶な打撃戦じゃないですか。こんな試合になると、ああもう技もへったくれもないですねこれ。やはりあのアジャが堀田にピラミッドドライバー、完全にホールを取られたのがね、かなり本人のプライド傷つけたようですけれども、どっちが一番2人の間でね、どっちが一番タフかっていうのを比べ合ってるっていうか、はい、だからなおさら顔当てに来るしね。あーちょっとすごい、何かが見ているだけでも目を追いたくなるようなシーン。ダウン取った方がいいですよ。踏む堀田、危ない危ない、もうやめてくれと言いたいが、危ない、前から来て後ろから来ますね。アジャコングはやるし、容赦ない顔面へのキック。堀田は恐るべし、まあ、この今日はまだ技という技ってのはこのファイルドライバーしか見てないですけどね、両者とも、うん、技とかあんまり関係ないんじゃないですか。関係ないですよね、この試合ね。どっちが打ち勝つかじゃないですか、両者ともホールに行かせませんよ、アジャは、うん、それでもレスリングやってますよ ね。あ、ホッタホッタホッタこの手が爆発するかな、すごいです。先ほどのジャンプすごいですよ、結構斜めにグローブとかそういうので切ったんですけど、そうですね、アジャは口が切れて、サビスと流血戦になったら、テーブルとかでも切れますしね。先ほどの前線で多分切ってしまって石のやっぱ角とか、あ、本当はそういうとき血が出やすいところだから止まらないですね。あっと、そのノーガードの時、結構やってますか、手を押さえといて顔に来ましたね。ガードできないようにして、ええ、こんなのありかという。でもレフリーもダウンカウントとか取った方がいいですよ、これ危険ですよね、だってノックアウトってありですよ、やっぱり。いやー、よもやの喧嘩マッチになった 3W。喧嘩マッチっていうよりもこれは格闘技戦っぽいんじゃないですか。うん、さあ円錐切りから
もドンピシャでしたね。ドンピシャでしたよね、側頭部。あ、カウント2も入れさせませんよ。よっぽどあの 1.3 後楽園ホールでのホール、うん、また答えているのか、アジャコング。こんな戦い方できるかっていうような、まあいつもですとひょうひょうとこのリング前、あの試合前の挨拶なんかはね、こう語っていくアジャなんですけれども、今日はもうでも面白いですね、あらわにしてましたからね。だからアジャって割と百面相みたいなのがあるんじゃないですか、うん、今日のアジャはいつものアジャとはちょっと違います。あれがアジャじゃないですか、ひょっとしたら。本当に近寄りがたいようなね、引き迫る雰囲気。今まではこのどちらかというと CW のもうね、どっかりとこう腰を据えつけてね、どっからでもかかってきなさいよというそういうスタンスでいたわけですけれども、よもやの3カウントを聞いた 1.3 後楽園ホール、ちょっとアジャの形相が変わってきました。94年、ほったほったけばまた、さあその完全無欠アジャのこの 3AA のタイトルを奪うのはこの堀田由美子なのか。堀田、堀田、堀田、すごいですね、血が、うん、すごい容赦ない背中への蹴り。いやリング上は両者のコスチューム、そして両者から滴り落ちる鮮血でまさに真っ赤です。真っ赤に燃えている、そんな感じがいたします。今日のメインイベント、リング中央でドラゴンスリーパーアジャコング、ここまでスタミナの消耗度はどうか。アジャこれ顔腫れてるような感じしますね。顔面かなりキックもらってますんで、あと小手たくさんもらいましたよ、はい、目の周りとか腫れたらちょっとね、ちょっと見えなくなってきちゃうんじゃないですか。いやいやか、ちょっとこの血がすごいですね。止まんないんですね、かえって体が頭ちゃったから。動いてるし、はい、これだけすごいと多分見えないと。あ、本当だ。ホッタの左手、指とか切れるとこうやって腕上げてなさいって言うじゃないですか。ホッタの左手、壮惨な血が滴り落ちています。そしてその血がキャンバスにポタリポタリと落ちていき、どうやらアジャが自分のペースに持っていこうかという、すごいボタン、スタイナースマジのバリのクラッシュだ。あんなに重い方を倒って感じですよね。赤コーナー釘付けの堀田、たっぷり助走をつけた。リングずれた、リングがまたしてもずれましたよ。見ました、今アジャが体当たりした瞬間に手の血がバーッとこんなに出てる。あんまり出血量が多いとね、これはまあレフリーストップということもね考えられますから、そのあたりが心配なんですけれども、いや非常なまでにその傷口を広げていこうというのがアジャコング。ちょっと見ていられない、ちょっと見ていられない。いや非常なまでのアジャの攻め、取ったの左手をむしり取った。いや何かこのシーク対テリーバッグ見てるみたいな、ブッチャー対テリーバッグ見てるみたいな。タイム入れましたよ。まあこれはね、アドレントですからね、血の量がすごすぎますから。今ドクターが入って傷口を見ます。これはちょっと血を一時的にでも止めないと危険な状態でしょう。あ、やっぱりバンテージをずっと止めるしかないですね。応急処置を取っていますが、うわすごいですばっくり。もう親指つけたのか本人が、
会場。お互いから怒る。応急措置をしながら自ら、しかしこれ危険ですよね。いや熱くなるのは分かるんですけれども、アジアの挑発に乗ってはいけない。堀田限界までやるつもりですね、2人なんか。もう手が向こうに来てますからね。ものすごい喧嘩マッチ。いやその痛々しい左手を自ら差し出していった堀田。ちょっと見ていられない。これは痛い。場内からはブーイング。いやこれは痛々しい。まるであのケニーファンクとブッチャーのフォーク攻撃で下取り落ちる血を見るような、すごい新案が、すごい光景が今リング上で繰り広げられています。アジャもそこまでやるかというね。いや勝負の世界はそこまでしても勝負に徹するか。やはり厳しい 3WA のタイトル。試合をやってきました。まさに血塗られたタイトルマッチとなってしまいました。今日のメインイベント 3WA 世界シングルマッチ、挑戦者堀田由美子、思わぬアクシデントに苦境に立たされている。今度もまた傷口を開いている。モンドリ打って、いや危ない危ない、フレアムライチが止めるが、いやこれは熱くなってますよ。これは反則となりますよ。ああ危ない危ない、ああ危ない。いやレフリーもねこれやめさせないとどうでしょう。大事にも至りかねます。この堀田の出血、痛めているところをね非常にも攻めていく。これはまあレスラーとしては勝負に徹するものの、傷口に噛みついていったアジャコング。15分経過。持ってきたかったんですけどね。あまだ頑張りましょう。堀田蹴りを一発入れた。え、行くんですか。行きますかね。あ腕を固めている、腕を固めている。カリビアンスプラッシュ、体重がありますが投げる。スプラッシュ高角度、アジャコング100キロと体重が上がった。執念としか言いようがありません。回転がね、小さかった分頭から落っこってきましたね。さあ殺人フルコースか、未だ勝って破られていないピラミッドドライバー。しかしすごいキック、アジャコングがモンドに打った。アジャの顔面から血が出ましたか。あそしてニールキック、アジャの顔がむくんできた。カウント2、今軽く脳震盪起こしてんじゃないですかね。今日の堀田の蹴りは本当的確に決まってますね。すごいです。あピラミッドドライバーコーグル、この技で1月3日後楽園ホール。アジャコングから渾身のフォールを奪っている。水車の口カウント、ちょっと言葉を失っている南選手ですが、どうですか中盤。なんとも言えないですが、私は本当に勝ってもらいたいんですけど。出血を押してトップロープ最上段から、いやアジャもね よく見てますね。
一発目は決まったんですけど二発目はもらえませんね。この技にはじゃあ自信持ってますからね。細投げバックドロップカウント2、熱戦というか死闘ですよね。もう本当に死闘決闘。すごい、いやー平手って感じですね。すごい北斗、ハンドリ戦をも超えるかのような死闘、そして決闘になっています。カウント終わりなき戦いになってきたのか。それでも叩きのめすっていうよりは最初はそうだったんだけど、やっぱりフォールを取る大穴になってきましたよね、展開が。すごかった。後楽園ホールでもこの技でなんか裏の裏って感じですね。裏のエルボーで勝つを見出して、そのまま対応を見せていった。ダブルナックアウト状態、ダブルナックダウン状態、壮絶極まりない、壮絶を極める決闘になってまいりました。場内は圧倒的にホッタコール優勢か。ホッタコールに後押しだ。あそこから来た。ノーガードモノに食ってしまった裏剣。また少し出てきましたね、血が。まずいぞまずいぞ。これはツーシャウト。ツーシャウトしか。裏剣だ。幾度となくこの技で 3WA を防衛してきた。おお、ダブルアーム、何をやった、何を、スイッチャー落とし、この技でダイナマイト関西を破っていらっしゃった。ああ、でも壮絶な試合だったですね。19分43秒、20分近い死闘のピリオドは、水車落としからすかさずパックユーのねポーズをしたアジャコング、すごいですね。いやー、ちょっと今試合後も近寄りがたいような、そんな雰囲気を醸し出しているアジャコング。マイクを握った、ポーズ、誰と組もうか勝手だけどな、その相手にこのアジャコングを忘れるなよ。お前の相手すんのはこのアジャコングしかいねえんだよ。アリーナ武道館どうどこでもいい、やってやるからな。いいか、お前の反対側のコーナーにいるのはこのアジャコングだけだよ。私は死んでない。この3つの試合の命を取れば必ず思い出がある、やろうぞ、あれば必ずその時にきちんとお前の死に水取ってやる。
くりと北斗晶が控室に戻っていきました。今のマイクアピールですけれども、南さん、はい、アジャの言葉がちょっと辛辣だったんじゃないですか。北斗と堀田が来たんですね。おらだ、かなりが堀田だ、あたしの中堀田だ。堀田だ、おらだ、ネットの最高監督してやらないか。いやいや、今のはこれは堀田、堀田組みたい、アジャブル、アジャブル、アジャブル、いやいやいや、認定証、アジャコンプの、あなたは大阪大会で行われた、杉田組、まあ今認定証を奪われてるんですけど、当代総然として、山田英二会、この大阪大会、強力、総立ちの状態ですけれども、そうですね。アジャも結構ダメージ多いですね。多いですね。顔がむくれてますよ。それに今歯、歯気にしてましたから。そうですか、はい、いやこの試合を見る限りでは次のその それにね、北斗選手が、はい、現れたんで、はい、堀田のところにみんな目がいかなかったけど、はい、堀田すごかったですよ。そうですね、すごい試合だったんですよ。もうちょっと強く出てもいいですね、強く出てもいいと思いますよ、うん、まだまだいけますよ、堀田は。だってちょっと限界以上に戦ってるんでしょ、うん、優しいんですよ、堀田は。ここ一番で怒ってくれればすごい選手だと思うんですけど、いや今日でも試合はかなり怒ったんですけど、そうですね、まあ、最後はね、すごい試合だったんですよ、これ。なんか、まあ、ゆっくりと、私はこの力で解説やってよかったと思いますよ。はい、いやでもちょっと60年組ここは奮起一発ね。大変なことが起きますよ。何年組っていうのは関係ないんですけどね。そうですけどね。ここにもいるぞなんて言って。はい。はい、稀に見る壮絶なる一戦を制しましたのはやはりアジャコング選手です。どうぞ。3度目の防衛戦、堀田選手を相手にこう目に物を見せてやったという感じですが、どうですか。まあ言った通りだよ。今日が堀田の命日だって言ったろ。堀田選手もこう、手のひらを列車を追ったような、あのなかなかこうどつき合いというか打撃戦前半からすごかったんですが、やはりアジャコング選手の本能を見た思いですが、どうでしたか。まあもともとこれがアジャコングの本来の姿だからな。今までは結構おとなしくしてやってたけど、今年はアジャコングフルパワーでいくから、まあ他にもこういう風になる選手がどんどん出てくるんじゃないの。そして試合後、北斗晶選手を呼び込んで、あと彼女の残された3つの試合に名乗りを上げたというか、必ずやらなくてはならないというところでしょうか。北斗潰していくのがアジャコングが生きる道だから、北斗晶潰すのは私しかいないしね。だから北斗と戦えるんだったら、あいつがタッグ組む相手は誰であろうか関係ない。私の眼中にあるのは北斗晶だけだから。あのブル中野選手の名も挙げましたが、その辺のところはどうなんでしょうか。まあ、あれそれなりの相手に対するのはやっぱりそれなりの相手じゃないとな、いけないだろうから、それにはやっぱりブル中野しかいないでしょう。というわけでまた次の防衛戦もありますが、北斗晶選手とのこれからの戦いもどうなるのか興味があるところで、アジコング選手壮絶なる防衛戦でした。いやそれにしてもメインイベント本当に壮絶な試合、ちょっとね興奮まだ冷めやらぬ全員がね、お客さんも総立ちで、この余韻を楽しんでいるというそういう感じですけれども、うん、余韻というか、うん、そうタッグとシングル、はい、両方前場っぽいんですけれども、うん、全く違うカラーのものを見られたんで、はい、アジャは本当にこういう試合をやるつもりで、うん、来たんでしょうね今日は。いやそれにしても北斗堀田対アジャブル、これは、うん、そうです、もうほぼ実現間違いないと考えていいんですかね。そうですね、こんだけのお客さんの前で言っちゃったんでね、はい、いやいつになるかは分かりませんけれども、はい、ビッグマッチのどれかどれかです、コンプランスにどれか、はい、実現ということですね、はい、いやこれは本当に目が離せない94年全日本女子プロレス。
待ったということになりました。いや斉藤さん、はい、南さん、今日は本当にどうもありがとうございました。本当にすごい試合でした。 3WA、タイトルマッチ、この辺で興奮冷めやらぬ大田区体育館より失礼いたします。どうもありがとうございました。